え、お姉さんたちどうしたんですか？お母さんが私のこといびってくるのよ。だからもう限界なの。ってことでよろしくね。え、義兄夫婦はいきなり我が家にやってきて、義母を私と夫に押し付けてきた。だがそれによって義兄夫婦は悲惨な末路をたどることになるのだった。私の名前は舞、30歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して3年になる。私たちはもともと大学の同級生で、社会人になってからみんなで集まった時に再会した。それがきっかけで私たちは2人で会うようになり、そして交際がスタート。その後交際を続けて1年ほど同棲期間を経て結婚に至った。夫はとても優しくて紳士的で、いつも私のことを大事にしてくれる。私は夫のことがとても大好きで、新婚生活も幸せいっぱいだった。毎日楽しい状態で暮らし、その上で最近私が妊娠をしていることが判明。さらに嬉しいことが重なったことで、私は幸せの絶頂を感じていた。それから私は産休に入り、無事に女の子を出産。とても元気な状態で生まれてくれてほっとした。夫は妊娠中も私に優しくしてくれて、家事も率先してやってくれた。おかげで出産までストレスを感じることなく、とても安定した状態でいられた。出産の時もすぐに病院に駆けつけてくれて、私を精神的に支えてくれたし、私を元気づける言葉を言って応援してくれた。本当に素敵な旦那さんに出会えたと思う。私が育休に入って家事と子育てに専念していても、手伝うことはないか聞いてくれてたし、仕事が忙しい時でも、私の前で疲れたとか、そういうことは口にしなかった。ものすごく配慮ができて優しいいい人だなと、結婚してからも私はどんどん夫に惹かれていった。夫のご両親もとてもいい人という印象で、私たちが義実家に遊びに行くたびに優しくしてくれた。舞さん、よく来てくれたわね。出産お疲れ様。大変だったでしょ。今日はゆっくり休んでってね。ありがとうございます。義母は出産の大変さを分かってくれるからこそ、私のことをいたわってくれた。義父も義父で、舞さんの好きなチーズケーキを買ってきたよと言って私に優しくしてくれた。本当にいいご両親で、こんな優しいご両親に育てられたから夫は優しいんだなと思った。だがそんな中で一人だけご両親の影響を受けていない人物がいる。それは義兄だ。義兄は調子に乗りやすい性格で、昔から義両親のことを困らせていたらしい。いろいろとわがままも言っていたらしいし、そして夫もその被害を被っていたそうだ。だからこそ夫は、自分は兄のようにはならないと、誰にでも親切で丁寧な接し方を心がけるようになったんだとか。実際、私が初めて義兄と会った時も、そういう印象を受けた。そして義兄は、私と夫が結婚をする前からすでに結婚をしていたのだが、奥さんも義兄と似たような性格をしていた。初めて会った時も、ノリが軽いというか、失礼な人だった。え、舞ちゃん27歳なの？はい。なんかもっと上に見えるね。え、30歳超えてるって思ってた。初対面でそんなことを言ってくるなんてと思ったが、相手は義兄嫁にあたる人だからと、私は我慢して苦笑いをするしかなかった。その後も盆や正月で顔を合わせていたのだが、義兄嫁はいちいち私に対して嫌味を言ってきたりして、私は義兄嫁のことがすっかり苦手になっていた。まあたまにしか顔を合わせないし、連絡だってほとんど取らないから、あまり気にはしていなかった。私自身、夫との関係が良好だし、基本的に幸せいっぱいに過ごしていたから、ちょっとくらい我慢するだけだと思っていたのだ。だがその後、私と夫は義兄夫婦に悩まされることになる。
それはある日のことだった。義父がいきなり心筋梗塞で倒れてしまい、そのままあの世へと旅立ってしまったのだ。あまりにも突然のことで、私は感情が追いつかなかった。私ですらそんな感じだから、夫と義母はさらにパニックに陥ったことだろう。義父はとても優しい人だったから、私は本当に悲しかった。悲しみに暮れながらも、私たちは義父の葬儀の準備を進めていった。そしてみんなでしっかりと義父を見送り、葬儀は無事に終わった。後日、義母の様子を見に、義実家にみんなで集まった。みんな、わざわざ来てくれてありがとうね。お父さんの葬儀でバタバタしたけど、みんなが協力してくれたから無事に終えられたわ。本当にありがとう。義母はそう言って、私たちをいたわってくれた。いいんだよ、母さん。そうですよ。こういう時に支え合うのが家族じゃないですか。二人ともありがとう。義兄夫婦がそんなことを言っているのを、私と夫は目を見開いて見ていた。葬儀の準備をしたのはほとんど私たちだ。義兄夫婦は何もしていない。それをさも自分たちが中心となってやったみたいな顔されても困る。そして話は義母についての話に。きっかけは義兄のこの言葉からだった。母さんをこのまま一人にしておくのは心配だよな。それで俺たちがここで同居しようかなと思ってるんだ。え？私と夫は義兄がそのようなことを言ったので驚いた。そして義兄嫁も義兄の意見に賛同していた。お母さんも私たちが一緒の方が安心ですよね。私たちがお母さんのこと支えますから。義兄夫婦の優しい言葉に義母は感動していた。そこまで考えてくれてありがとう。でも迷惑をかけないかしら。気を使わせてしまうだろうし。何言ってるんですか。私たちに遠慮しないでくださいよ。そうだよ。母さんのことが心配なんだ。私も夫もそこまで義兄夫婦が義母のことを大事に思っているとは思わなかったのでびっくりした。なんだかんだ言っても義兄夫婦も調子に乗りやすいだけでいい人なんだなと思った。そして義兄夫婦が義実家にて義母と同居をすることになった。俺たちも何かあれば手伝うから何でも言ってくれよな。おう、ありがとな、マサト。こうやって家族みんなで協力して支え合うことは素晴らしいことだ。私と夫はできる限り義兄夫婦に協力しようと決めた。そして定期的に様子を見に行っていたのだが、問題なくいい雰囲気で暮らせているようだったので安心した。義兄が昔いろいろと義両親を困らせていたのを聞いていたから、少し心配ではあったけど、きっと義兄も大人になったということなのだろう。その後、夫が仕事で繁忙期を迎え、私も子育てに追われていて、しばらく義実家に顔を出すことができずにいた。義母とはたまに電話をしていたが、特に問題はないと言われていたので、私も夫も安心しきっていた。だがそれから1年ほどが経った頃、驚きの出来事が起きた。それはいきなりのことだった。お姉さんたちどうしたんですか？お母さんまで連れてきて。なんとある日に、いきなり義兄夫婦が義母を連れてやってきたのだ。休日だったので夫もいたのだが、私たちは突然の彼らの訪問に驚いてしまった。兄さん、一体何事？急に来られても困るんだけど。夫もさすがに口をとがめた。仕方なく私たちは家の中に彼らを入れたのだが、義兄夫婦はずっと険しい顔をしていた。そして義母は浮かない顔をしたまま黙り込んでいる。ただごとではないと私たちは察し、とりあえずみんなに席についてもらってお茶を出した。何かあったの？全員が席についてから夫がそのように聞く。すると義兄夫婦がこんなことを言った。お母さんが私のこといびってくるのよ。え？母さんはずっと俺の妻に嫁いびりをしてたんだって言ってるんだ。そんな。私と夫は顔を見合わせた。
あの心優しい義母がそんなことをするわけがないと思ったからだ。本当に母さんが嫁いびりなんてするはずないと思うけど。夫が義母をかばうと義兄夫婦は反論してきた。お前は一緒に住んでないから知らないんだよ。そうよ、私はものすごく苦しめられたのよ。それって一体どういうふうに。私がそう言うと義兄嫁は一瞬言葉に詰まっていた。うるさいわね。あなたたちが想像しているようないびりよ。嫌なことを思い出させないで。義兄嫁はそのように叫んだ。そして驚きの発言をした。旦那が嫁いびりを注意をしたって改善されなかったわ。だからもう限界なの。ってことでよろしくね。え？そう言って席を立ち上がる義兄夫婦。ちょっと兄さん、よろしくってどういうことだよ。言った通りだよ。母さんはお前たちが面倒を見ろ。は？じゃあ私たちは帰るから。母さんの荷物は玄関に置いてあるから、よろしくな。ちょっと。そう言って本当に義兄夫婦は帰って行ってしまった。義母はずっとうつむいたまま黙り込んでいる。私と夫は呆然としてしまった。義兄夫婦はいきなり我が家にやってきて、義母を私と夫に押し付けてきた。常識的に考えて、普通の人はそんなことはしないだろう。本気で母さんを置いていったのかな。私も夫も一時的に預けたいと思っただけなのかもと一瞬考えた。でも義兄夫婦ならありうる。夫の言うように義兄が好き放題やる性格が抜けていないのなら、私たちに本気で押し付けている可能性は高い。実際玄関を見ると義母の荷物が大量にあった。本当に兄さんは自分勝手すぎるよ。玄関前で私と夫は頭を抱えた。しかし義母をこのまま放っておくわけにはいかない。私たちは義母を引き取り一緒に生活をすることにした。だがそれによって義兄夫婦は悲惨な末路をたどることになるのだった。私たちは義兄夫婦の言っていることを信じたわけではなかったが、嫁いびりがひどかったと言われて少し警戒はしていた。普段は心優しい義母だが、もしかしたら一緒に住むと人が変わるのかもしれない。だがそんな心配は杞憂に終わった。舞さん、私が孫を見ておくから気にせず職場に復帰していいからね。働きたい時にたくさん働いた方がいいからね。家事だって気にせず私に任せてちょうだい。ありがとうございます。義母は今まで私が関わってきて知っている義母のままだった。嫁いびりなんて全くしないし、むしろ私のことを気遣ってくれて、いろいろと優しくしてくれた。義母のおかげで私は早くに職場復帰ができて、バリバリと働くことができるようになった。仕事から帰ると晩ご飯が出来上がっているし、さらには私と夫のお弁当まで作ってくれて、至れり尽くせりといった感じだ。あまりお口に合わないかもしれないけど。そんな風に謙虚に言ってくるが、義母が作る料理はどれも美味しかった。お母さん、本当にありがとうございます。お母さんが来てくれて逆にすごく助けられています。そうかい。そんな風に感謝してもらってとても嬉しいよ。義母は私たちが感謝の気持ちを伝えるとすごく感極まっていた。その時に私は義母が義兄夫婦とやってきた時にすごく浮かない顔をしていたことを思い出した。お母さん、お兄さんたちと一緒に暮らしていた時何かあったんですか？結局義兄夫婦からは詳しい話は聞けずに終わってしまったので、私と夫は落ち着いた頃に義母から話を聞くことにしたのだ。すると義母は悲しい顔をしながら全てを話してくれた。私がすること全部をあの嫁が否定してきてね。ものすごい剣幕で毎回怒鳴りつけてくるんだ。え、なんといびりをしていたのは義母ではなく義兄嫁の方だったのだ。義兄嫁は義母が家事をすると
いろいろと細かく文句を言ってきたらしい。さらには義母が作る料理のこともまずいまずいって嫌な気分にさせていたそうだ。それなのに自分では一切家事をしようとはせず、一緒に住んでやっているのだからお前がやれと義母に全ての家事を押し付けていたらしい。義兄もそれに一緒になって義母を責め、夫婦揃って義母にモラハラをしていたそうだ。その話を聞いて私も夫も義兄夫婦にものすごい怒りが湧いた。義母があんなにもうつむくほど追い詰めるなんて。しかも私たちが義母を支えるとか言いながら義母を奴隷のように扱って本当に最低だ。お母さん、今まで気づけなくて本当にごめんなさい。これからは俺たちが母さんを守るから。ありがとう。そして私も今まで我慢して伝えるのが遅くなってごめんなさい。こうして私たちはまた一段と深い絆で結ばれた。そしてそれから三人仲良くしながら娘を育てて幸せな日々を過ごしていた。すると数ヶ月後にまた義兄夫婦がいきなりやってきた。だが今度は二人とも切羽詰まっているようでボロボロの状態だった。どうしたんですか？お願い、お母さんを戻してちょうだい。は。母さんがいないと家が荒れて荒れて大変なんだよ。どうやら義兄夫婦は家事をやる人がいなくなったことで家がどんどん汚れていきゴミ屋敷状態になっているらしい。だが私も夫も義兄夫婦には怒りしかない。お母さんは私たちと幸せに暮らしているんです。今さらそっちに戻るわけないでしょう。そうだ、母さんを散々苦しめてきたことはもう知ってるんだ。母さんは俺たちが守る。二度とここに来ないでくれ。私たちが毅然とした態度を取ると義兄夫婦は逆ギレしてきた。は？お前らの意見なんて聞いてないんだよ。そうよ、私たちにはお母さんが必要なの。あんたたちにはいらないでしょ。いるとかいらないとかお母さんはものじゃないですよ。私たちはお互いを信頼し合って協力し合って暮らしているんです。お兄さんたちみたいにお母さんを利用しようとして一緒に暮らしてるわけじゃありませんから。うるせえ、いいから母さんをよこせ。一歩も引かない義兄夫婦に私たちもどうすればいいか悩んでいるとずっと黙っていた義母が口を開いた。私はここでマサトとマイさんと孫と一緒に暮らすよ。あんたたちとはもう一生一緒に暮らさないし、親子の縁を切らせてもらうよ。母さん、何言ってるんだよ。そうですよ、そんなこと言わないでください。いい加減にしなさい。自分たちが困っている時だけ私を頼ってきて。もうあんたたちのことは信用しないよ。あの家も私名義だから売らせてもらうよ。さっさとゴミを何とかして出て行ってちょうだい。そんな。ものすごい剣幕で怒る義母に義兄夫婦は何も言えず、ただ顔を青くしてその場にへたり込んだ。それから義母は業者に頼んで義実家をきれいにしてもらい、そして家を売りに出した。義兄夫婦は家賃がかからない義実家を占拠して、そのまま自分たちがあの家を保有する計画を立てていたらしい。だがそれにしては義母のことをないがしろに存在に扱いすぎだ。そんなことをしてたらしっぺ返しが来てもおかしくはない。その後義兄夫婦は住む家がなくなり、仕方なくアパートに移り住んだらしい。だが義母に家事を丸投げしていた癖が抜けず、義実家よりもかなり狭いアパートだとあっという間にゴミ屋敷になり、すぐに追い出されて住む場所がなくて困っているんだとか。私たちはそんな義兄夫婦に突撃されないように引っ越すことにした。新しいマンションの部屋は広くて部屋数も多く、みんなが快適に過ごせている。これからも私たちは家族仲良く支え合いながら幸せに生きていこうと思う。え、どういうことですか？だから荷物置いてきちゃった。
俺は母さんたちと楽しんでくるから留守番よろしく。夫と義母はそんなことを言ってきて、私を空港に置き去りにした。電話口で高笑いをしながら去っていく義実家の人たち。そんなことしていいんですか？それじゃあ私も容赦なく仕返しをさせていただきますね。私の名前は舞、37歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して3年が経つ。私たちは合コンで知り合い、夫から積極的にアプローチを受けたことがきっかけで付き合うようになった。そして1年ほど交際を続けてプロポーズをされて結婚に至った。大好きな彼と結婚することができて、私はこの上なく幸せだった。それからは2人で暮らし始めて、それなりに幸せな結婚生活を送っていた。だがもちろん不満がないわけではない。まず夫は家事を一切やらなかった。料理はもともと苦手らしいし、その他の家事もやったことがないからやろうとはしなかった。まあ私は一人暮らしの期間が長かったので、別に家事をするのは苦ではなかったのだが、それでも共働きなのだから、少しくらい家事をやってくれてもいいのにとは思っていた。そして他にも不満に思っていたことはあり、それは義実家の人たちについてだ。義母と義舞が私にとって、とても厄介な存在となっていたのだ。二人は私と夫が結婚した当初から、何かにつけて私を困らせてきた。まずは結婚してからすぐに義実家へと行った時のこと。お母さん、ゆかさん、これからよろしくお願いします。私は義実家の人と仲良くしたくて、丁寧に挨拶をした。だが二人ともニヤニヤしながら私を見てきて、挨拶に返事をしない。なんだか感じが悪いなぁと思っていると、それから二人はことあるごとに、私に嫌がらせをするようになった。お姉さん、私にこのバッグくれませんか？え？なんで？そうやって私が持っているお気に入りのブランド物のバッグをもらおうとしてきた義舞。いやいや、これは私が大事にしてるものだし、あげるわけにはいかないわよ。お姉さんケチですね。いや、普通はあげないでしょ。お兄ちゃんだったらくれますよ。そんなこと言われてもあげられないわよ。ひどい。お姉さんって私のこと嫌いなんですね。そんな嫌いだなんて思っていないわよ。何？何の話をしているの？あ、お母さん、私お姉さんに嫌われてるみたい。ええ、なんだって？ちょっと舞さんひどいじゃない。私の娘を嫌うなんて。いや、ちょっと待ってください。私は別に嫌っているわけではないですよ。ゆかさんが無理難題を言ってきたので。まあ、あなたは娘に責任を押し付ける気？お姉さんひどい。性格悪すぎ。そう言って義舞と義母は私を責めてきた。そして初めて義実家で料理を作った時も、義母と義舞の反応はひどかった。お姉さん、この料理すごいまずいですね。え？あら、本当ね。料理がまずい嫁なんて恥ずかしいわ。お兄ちゃんがかわいそう。ちゃんと味付けはしているし、見た目だってちゃんとした料理を作った。それなのにどうしてそんなことを言われないといけないのだろうか。義実家に行くとこんな風に私のことをバカにしてきて、私に嫌な思いをさせた。そして義母と義舞は夫がいない時を狙って私に意地悪をしてくる。そのため私はなかなか夫に相談できずにいた。というのも夫は義実家をとても大事にしていて、義母と義舞のことが大好き。だからしょっちゅう義実家に遊びに来ている。また夫が義実家の人たちに肩入れしているのには、もう一つ理由があった。それは義父が10年も前に亡くなっていることだ。それから夫は自分が母親と妹を守っていくと心に決めて、過保護にしているのだ。もちろん自分の家族を大事にするのは素晴らしいことだと思う。しかし夫の場合、
義母と義舞を甘やかしているというか、信用しすぎというか、何でも言うことを聞いてきているからか、二人はすごくわがままになっているような気がする。きっと私に対しての態度がひどいのも夫に甘やかされてきたからだろう。しかも夫は義実家に毎月仕送りをしていた。私はあまり気が乗らなかったのだが、夫は、俺が支えてやらないと二人は困るからと言って結構な額を義実家に入れていたのだ。そして夫はある時から私に仕送りを手伝ってほしいと頼んできた。それは夫が会社を辞めて起業をしてからだ。起業をした時点で私は不安が多くなっていたのだが、さらに私に仕送りを頼んできたので心労が絶えなかった。そんなことはつゆ知らず、義母と義舞は私をいびってくるので本当に腹が立つ。しかも義母と義舞は仕送りのおかげで贅沢をしていて、義実家にはブランド品がどんどん増えていた。そして私に対して、いつも安そうなダサいもの身につけてるわよねと二人はバカにしてくるのだ。お前らは私のお金でブランド品を買ってるんだけどなと言いたかったが、絶対に信用してもらえないし、2対1だと言い合いをしても勝てない。しかも私が義母と義舞と戦おうものなら、夫は絶対に二人の味方をするだろう。だから私は義母と義舞の暴走を止めることができなかったのだ。そんな中、私にとって嬉しい出来事が起きた。舞、今度旅行に行かないか？え、旅行？ああ、今月は売り上げが良かったんだ。旅行に久しく行ってなかったし、それに来月は結婚記念日だからさ、記念に旅行に行こうかなって。マサト、私はとても嬉しかった。夫は私のことよりも義母や義舞の方をずっと大事にしていると思っていたからだ。私のことなんて二の次なのだと思っていた。だがちゃんと夫は私とのことも考えてくれていたのだ。私はウキウキした気分で旅行の計画を立てた。京都とかいいよね。あっても北海道もいいな。すごいノリノリだね。そりゃそうでしょ。旅行なんて久しぶりなんだもん。まあそうか。まだ時間はあるし、ゆっくり考えなよ。舞が行きたいところに行こう。私はすごく幸せな気持ちを味わいながら、どこに旅行に行こうかいろいろと調べていた。だがそんな時、まさかの出来事が起きた。それはある日、夫と晩ご飯を食べていた時のこと。来月の旅行なんだけどさ、母さんとゆかも来るって。え、どうして？どうしてって、来たいって言ってたから。え、それで承諾しちゃったの？うん。私は耳を疑った。だが夫は、何が問題なの？というような顔で私を見てきている。ちょっと待ってよ。私たちが行くのは結婚記念日のお祝いとして行く旅行なんだよ。それなのになんでお母さんとゆかさんを連れて行くのよ。私がそう言うと、夫はムッとした顔を見せた。俺の大事な家族なんだぞ。二人が行きたいって言ってるんだから、俺も連れて行きたくなったんだよ。夫の悪い癖が出てきた。すぐに二人のことになると甘くなる。だが来月の旅行は、私がものすごく楽しみにしていたものだ。だから絶対に二人が行くのは阻止したい。今回は私とあなたの二人で行きましょうよ。私は二人きりで行きたいわ。しかし私がそう言うと、夫はいぶかしげな顔で見てきた。舞さ、俺の母さんと妹のこと嫌いなの？え？だってそうやって二人をどうにかして旅行のメンバーから外そうとしてるしさ。それはやっぱり結婚記念日のお祝い旅行だから二人で行きたくて。別に新婚旅行じゃないんだから二人きりじゃなくてもいいだろう。とにかく母さんたちは連れて行くからな。そんな、夫はそう言って無理やり自分の考えを押し通した。しかも二人の要望を聞いて勝手に行き先などを決めてしまった。ゆかが沖縄に行ってみたいって言ってたから沖縄で決定な。え、
あとはこのホテルの予約取っておいて。ええ。勝手にどんどん決めていく夫に私は驚いた。ちょっと待ってよ、旅行先ももう決めちゃったの？それにこのホテルってすごい高いところだよね。私がそう聞くと、夫は肩をすくめながら、別に問題ないだろと言った。そしてそれからというもの、夫の私への態度は変わってしまった。平気で私をけなすような発言をするようになり、そして義母と義妹は夫が私を悪く言うのを見て、一緒になって悪く言うようになったのだ。それから少し経って、あっという間に旅行の日がやってきた。私はここまで来たらもう行きたくなかったのだが、もうキャンセルができないので、私は仕方なく参加することに。義母と義妹は相変わらず夫に優しくされて調子に乗っている。空港で義母と義妹は嬉しそうにキャリーケースを引いていた。そんな二人を見て、腹立たしさがまた湧き起こってくる。だが義母と義妹はそんなことお構いなしに、好き勝手し放題。空港での飲食や買い物だけで1万円が飛んでしまった。そして搭乗時刻が近づいてきたので、私は前もって準備をして待っていたのだが、そんな時に義母からいきなりこんなことを言われた。舞さん、ちょっとお願いがあるんだけど。何ですか？これ出し忘れたから出してきてほしいの。それはハガキだった。どうやら何かを応募したいらしい。だが期限は今日までで、急いで出したいそうだ。私は足腰が悪くなっているから、あなた1階の郵便局まで走ってきてよ。そう言われて私は仕方なく郵便局へ。ポストに投函しながら、これは自分たちでやっておけよとイライラした。そして再び義実家の人たちがいる場所へと戻ったのだが、そこにはすでに誰もいなかった。すると義母から電話が来た。もしもし、お母さん今どこですか？私たちはもう搭乗口を過ぎたわよ。え、先に行ったんですか？先も何も、あんたは来れないけど。え、どういうことですか？これは家族旅行だから、あんたは車を運転して、空港に着いて、それから帰るべきなの。だから荷物置いてきちゃった。そんな。すると電話の声が違うものになった。あ、舞。母さんがそう言ってるから、お前はもう帰っていいぞ。え？俺は母さんたちと楽しんでくるから、留守番よろしく。夫と義母はそんなことを言ってきて、私を空港に置き去りにした。電話口で高笑いをしながら去っていく義実家の人たち。この時、私の中で何かが切れた。そんなことしていいんですか？それじゃあ私も容赦なく仕返しをさせていただきますね。マサト、あんた覚えてなさいよ。私はそう言って電話を切った。そしてすぐに荷物を持って車へと乗り込んで、家に帰った。それからは、私は家を出るために荷物をまとめた。今に見てろ。私を存在に扱った罰を受けるがいい。そしてそれから数時間後、夫から電話が来た。おい、どうなってるんだよ。どうしてお前の分の宿泊代金のキャンセル料と、俺たちの宿泊代を請求されるんだ。そんなことを言う夫に、私は呆れてしまった。まさかタダで旅行に行けるとでも思ったの？私が行かないんだからあなたが全てを支払わないと。ああ、あと帰ってきたら離婚をするから。え？離婚届を書いて置いておくから、帰ってきたら見てね。ちょっと待て。いきなり離婚だなんて言われても。いきなりじゃないわよ。私は何度もお母さんやゆかさんの嫌がらせで苦しんできたんだから。本当はこの旅行だって二人で行きたかったのに、もう限界なのよ。あなたはお母さんとゆかさんを第一にしていればいいじゃない。とにかく、私はもうあなたとは関わらないから。私は電話を切り、そして荷物をまとめて実家へと帰った。実家の両親は私の話を聞いて憤慨していた。
そして実家でのんびりと過ごしながら、私は一人暮らしのための部屋を探すことに。その間に夫や義母たちから鬼のような数のメッセージや着信が入っていた。留守番電話の音声を再生すると、今すぐ支払いに来なさいよ、このバカ、などといった暴言があって、本当に最低な人たちだなと思った。当然私は無視をしてやった。今回、夫が見栄を張って義母たちのために泊まろうとしたホテルはかなり高級だったため、2泊3日で1人当たり20万ほどかかる部屋だった。そのため夫は私のキャンセル料も含めて、80万の支払いをホテルから要求されたのだ。だが夫は正直言って、会社経営がうまくいっていたわけではなかった。だから生活費も義実家への仕送りも、ほとんど私の稼ぎから出していた。今回はたまたま売り上げが良かったからと、旅行に行くことになっていたのだ。まあ、当初とは随分と違う予定になってしまっていたが、結局義母が貯金を下ろして全額支払ったそうだ。義母から怒りの留守番電話がたくさん来ていたが、ざまあ見ろって思った。それから私は弁護士を通して、夫との離婚を勧めた。夫は離婚を渋っていたが、私が裁判まで戦うと言うと、おとなしく離婚届にサインをした。そして義母と義妹についてだが、二人はまさか夫がこんなにも稼ぎが低いとは知らず、絶望したらしい。それはそうだろう。私と別れてしまえば仕送りがなくなるのだから。義母と義妹は慌てて私に別れないでほしいと連絡を取ってきたが、私は全部無視してやった。そしてもうあなたたちとは関わりたくありませんとメッセージを二人に送り、それからブロックして着信拒否にした。親戚の人から聞いた話だと、元夫は元義母と元義妹から ATM 代わりだった私を失ったことを責められて、元夫はそんな風に責められたことを怒り、元義実家は仲が悪くなって悲惨な状態らしい。元夫はそのまま事業がうまくいかずに借金をし、義妹は今まで自由に暮らしていた癖が抜けずに、ブランド品を買い漁って借金を重ねてしまい、義母の貯金が一気にその支払いで消えているんだとか。現在は3人で責任をなすりつけ合いながら、貧しい生活を送っているらしい。一方、私は相変わらず仕事を頑張って、結果を残しながら一人で悠々自適に楽しく生活をしている。恋愛はしばらくいいので、趣味などを増やして、より充実した独身生活を過ごそうと思う。今日から私たちが住むから出て行ってくれる。そう言って義姉夫婦は私と夫を義実家から追い出そうとしてきた。ユカが住むならあんたたちは用済みだよ。さっさと出て行け、この寄生虫が。義姉にべったりの義両親は、今まで私たちが生活を支えてきたことなど忘れたのか、そう言って義姉と一緒になって私たちを邪魔者扱いしてきた。だがそこまでされて黙っている私たちではない。それじゃあお姉さん、あとはよろしくお願いしますね。あ、そうそう、毎月のローンの返済額ですが。私が返済額を伝えると、義姉夫婦の顔が一気に青ざめた。私の名前は舞、32歳の会社員だ。私はつい最近マサトという男性と結婚をすることになった。私たちは友人の紹介で3年前に出会った。最初はよく集まるグループで一緒に遊んでいた中の一人だったが、爽やかで明るくて優しい彼に私はだんだんと惹かれていった。そして彼もまた私に惹かれていったようで、私たちはそれから付き合うように。彼はとても優しくて紳士的で、ユーモアがある人で、一緒にいてとても楽しかった。気づけばあっという間に交際を始めてから2年が経ち、そして彼からプロポーズをされて結婚に至ったのだ。大好きな彼との結婚はもちろん嬉しかったのだが、結婚に至るまでに少し私には気になることがあった。それは彼が結婚が決まったのに少し浮かない顔をしていたこと。結婚は嬉しいことのはずなのに、どうして暗い顔をしているのか気になったのだ。
私は結婚前に隠し事とかはしたくなかったので、彼に思い切って聞いてみることにした。マサト、どうしたの？なんだかここ最近浮かない顔をしているけど。マイ、ごめん心配させて。実はちょっと言っておかないといけないことがあって。な、何？いつになく真剣な様子の彼に私は少し身構える。俺からプロポーズをしておいてなんなんだけど、実はさ、俺の両親って姉のことを溺愛してて、それがちょっと異常なんだよ。異常って？なんていうか、盲信的というか、姉の言うことなら何でも聞くし、正しいと思っちゃうっていうか。どういうこと？彼の発言の意味が私にはわからなかった。そんな私に、彼はゆっくりと順を追って説明してくれた。彼の姉のゆかさんは、マサトの2歳上なのだが、彼女が5歳くらいの時に、ご両親が数字を選んで当てるタイプの宝くじを買おうとして、ゆかさんに数字を選ばせたらしい。するとなんと、その宝くじで5000万が当たったそうなのだ。ご両親はそのお金で一軒家を買い、車も買って、一気に裕福な生活を手に入れたそうだ。それで母さんたちは、姉さんのことを神のように崇めて大事にしちゃってさ、俺が物心ついた時には、完全にお姫様状態で育てられたわけよ。なるほど。だけど、当たり前だけど姉さんは神でも何でもなくて、たまたまその時めちゃくちゃ運が良かっただけなんだ。実際、姉さんは親に甘やかされすぎて、高校卒業してからずっとフリーターで、実家に長く住んでたり、その時々の彼氏の家に転がり込んだりして、どうしようもない人だから。だけど俺の親はそんな姉さんのことを注意しないし、厳しくしないし、むしろ家にずっといていいとか、そうやって甘やかすんだ。今は付き合っている彼氏の家で一緒に暮らしているみたいだけど、いつ実家に戻ってきて面倒なことを言い出すかわからないからさ、一応前にも知らせておこうと思って。そっか。ごめん、こんな話を聞いたら結婚する気なくなっちゃうよね。彼はそう言ってとても悲しそうな目をした。私に振られるのを恐れているのだろう。だが私はそんなことで彼との結婚をやめるつもりなどなかった。何言ってるの？私は何があってもマサトとは別れないから、私たちはお互いを信じ合って幸せな結婚生活を送ろう。マイ、ありがとう。こうして私たちは正式に結婚することになった。そして彼の両親との挨拶の日がやってきた。私は一体どんな人なのだろうと緊張していたが、思っていたよりも彼のご両親は優しい人だった。どうもはじめまして、マサトの父と母です。はじめまして、マイと申します。まあ、なんて可愛らしい人なの。お顔もちっちゃい。母さんの2分の1くらいのサイズだな。ちょっと、お父さんったらひどいわね。彼のご両親はそうやってフランクに私に接してくれて、そして2人のやりとりは夫婦漫才でも見ているかのように面白かった。最初は緊張していた私も、帰る頃にはすっかりご両親と仲良くなっていた。その時に彼の姉は家にいなかったので会ってはいないし、彼のご両親がお姉さんと一緒にいる時の様子も知らないので何とも言えないが、それでも今回会った限りではとてもいい人たちだと思った。それから私たちは結婚の準備を進めていった。そして両家の顔合わせの際に、私は初めてマサトのお姉さんのゆかさんと対面することに。どうもはじめまして。あなたがマサトのお嫁さんなのね。どうもはじめまして。そう言って握手を求めてきたゆかさん。私はびっくりしながらも手を差し出した。するとゆかさんはニコッと笑いながら私の手を握って、これからよろしくねと言った。思っていたよりもいい人で、私は拍子抜けした。マサトも彼女が大人な対応をしていてびっくりしたらしい。顔合わせは問題なく終わり、そして結婚式も大成功で幕を閉じた。姉さん、丸くなったのかも。
年をとって精神的に成長したのかもな。ゆかさんが思っていた以上にいい人で、私は安心した。結婚前に不安に思っていたことが全て解消された。そして私と彼は新婚旅行も終えて、夫婦として一緒に暮らし始めた。夫は結婚してからも、とても優しくて面白くて、一緒に過ごしてて本当に楽しい。私たちは共働きなのだが、夫は家事を率先してやってくれるし、料理も上手なので、本当に助かる。私たちは夫婦として、とても仲良く幸せに過ごしていた。だがそんな中、義父が足腰を悪くしてしまったという報告を義両親から受けた。介護が必要なほどではないそうなのだが、通院が必要な状態とのこと。あまり運転とかもしない方がいいと言われているらしく、買い物とかで困っているらしい。私と夫はちょうど結婚して2年ほどが経った頃で、新婚生活も満喫したし、義両親がそこまで困っているのなら、いっそのこと同居をしてサポートしようという話になった。舞さん、マサト、本当にありがとね。二人が来てくれて本当に助かるよ。せっかく新婚生活を楽しんでいたのに申し訳ない。気にしないでください。それよりもお父さんたちのことが心配だったので。舞さんは本当に優しいな。義両親は私と夫にとても感謝をしてくれて、とても和やかな雰囲気で同居生活が始まった。義両親との同居生活はとてもうまくいっていた。義母は専業主婦だからと家事をすべて引き受けてくれてとても助かった。おかげで私たちは残業をたくさんすることができ、収入をさらにアップさせることに成功。もちろん休みの日は義母には休んでもらって、私と夫で家事を担当した。そんな感じでとてもバランスよく、みんなで仲良く平和に暮らしていた。義両親は本当に優しくて、嫁姑問題とか一切ない。そしてそのまま私たちは義実家での同居生活を続け、気づけば2年が過ぎた。2年が経っても私たちと義両親の関係は良好で、平和に暮らしていた。だが義父の足腰の状態は年々悪くなっていた。だから私たちはこんな提案を義両親にした。この家もさすがに古くなってきたし、家を思い切って建て替えるのはどうかな。バリアフリーにして、父さんがいつ車椅子生活になっても問題ないようにしたいと思って。もちろん建て替え代は私たちが持ちますよ。マサト、マイさん、二人とも本当にありがとう。義父は足腰が悪いことから時短勤務に切り替えていた。そのため収入が減っていた。だが義実家は昔に建てられたため段差が多かったり、2階への階段が急だったりで、今の義両親には生活がしづらい状態だった。この2年間の間に私は義両親と絆を深めていたので、彼らに快適な生活を送ってほしかったのだ。それから私たちは、早速不動産屋に行き、みんなで間取りなどを決めて、新しい家について準備を進めていった。そしてみんなの理想が叶った家がついに完成。仮住まいの家から荷物を運んだのだが、外装も内装もとても綺麗で新しくて、ものすごく快適だった。台所もシステムキッチンで、義母は料理がしやすいし、平家にしてバリアフリーなので、義父も生活がしやすい。2階がない代わりに天井を高くしたので、すごく開放的だ。そして部屋数を多くしてあるので、ちゃんとみんなそれぞれの部屋がある。これから義両親とこの新しい家で仲良く暮らしながら、そのうち夫と子供を作ったりして賑やかな日々を家族で過ごすのかななんて楽しい想像もした。だがこの家の建て替えによってまさかあんなことになるとはこの時は思いもしなかった。それは新しい家で住み始めて1ヶ月ほどが経った頃のこと。義姉が遊びにやってきた。しかも婚約者を連れてやってきたのだ。すっごくいい家じゃない。お母さんたち、
こんなにいい家を建てたなら教えてくれればよかったのに。ごめんね、いろいろとバタバタしちゃってて。それよりもユカも結婚するなんて聞いてないわよ。いい人を見つけたのね。うん、すごく素敵な人なのよ。かっこいいでしょ。義士が連れてきた婚約者は義士と同じくらいの年齢なのだが、髪が金髪だし、なんだかチャラいし、ちょっと私は無理だなと思った。だが義両親は義士に賛同を求められると、すごくかっこいいわ、とべた褒めをしていた。夫がいぶかしげな表情をしながら、義士の婚約者に、ご職業は何でしょうか、と聞くと、義士の婚約者は自営業と答えた。だが一体何の経営をしているのかと夫が聞いても、そこは濁されてしまった。義士にいきなり報告されて驚かされたが、まあ結婚はめでたいことだ。私も夫もとりあえずは祝福をした。だがなんとなく嫌な予感がしていた。夫が結婚前に言っていた義士の性格だったり義両親の溺愛ぶりについてが、なんとなくこれからの生活を壊しそうだと思ったのだ。その後、義士は結婚式を挙げた。義士たちの結婚式は、まるで芸能人の結婚式かと思わせるほど、とても豪華でお金がかかっていた。まあ、旦那さんは自営業だと言っていたし、結構稼いでいるのかもしれない。だが問題が起きたのは、結婚式が終わってからだった。義士の結婚式が終わってから1ヶ月が過ぎた頃、再び義士夫婦が義実家にやってきた。まあ、よく来たわね。上がってちょうだい。義母に笑顔で迎えられて、当たり前のように入ってくる義士夫婦。やっぱりいい家よね。義士は笑顔でそう言いながら、家の中を見回していた。そして居間に戻ってきた後、義士は驚きの発言をしだした。今日から私たちが住むから出て行ってくれる？え？ちょっと姉さん、何を言ってるんだよ。だってあんたたちにこの家はもったいないじゃない。だから私たちが代わりに住むわ。いやいや、おかしいだろ。何の権限があってそんな要求をしてくるんだよ。あんたね、私が過去にこの家を裕福にしたこと忘れたの？あんたがずっと快適に生活をしていた前の実家は私が建てたのよ。姉さん、またそれかよ。でもこの家は俺たちが建てたんだから、逆に俺たちに住む権利があるだろ。あんたこそ何を言ってるのよ。普通はこういうのは長女である私と旦那が恩恵を受けるものでしょ。だからさっさと荷物をまとめて出て行ってちょうだい。そう言って義士夫婦は私と夫を義実家から追い出そうとしてきた。なるほど、夫が言っていた義士の本性とはこういうことか。何でもかんでも自分のものにならないと満足できないようだ。何を言われても俺たちは出ていかないよ。姉さんたちは諦めてくれ。夫は毅然とした態度でそう言った。義士夫婦は顔を真っ赤にしながら、また来るから覚えていなさいよ、と言って出て行った。まったく、また来たところで同じなのに。私はそう思ったのだが、義両親は義士夫婦が帰った後、とても寂しそうにしていた。そして夫に対して、マサト、せっかくユカが来てくれたのに、ひどいこと言って追い返すんじゃないよ、と言った。そうだぞ。これでユカが家に寄りつかなくなったら、どう責任を取るんだ。母さん、父さん。なんと義両親は、理不尽な要求をしてきた義士の味方をして、夫を責め出したのだ。この時に義両親が本当に義士を溺愛していて、盲目的になっているのが理解できた。そしてそれからというもの、義両親の私たちへの態度が冷たくなっていった。私たちの晩ご飯が用意されていなかったり、話しかけても無視をされたり、私と夫が二人で出かけていると、家のチェーンを閉められたりなど、子供じみた嫌がらせをたくさんされた。はあ、ユカたちと住めれば、もっと楽しく幸せに過ごせただろうにな。義両親は私たちがいる前で
そんなことを頻繁に言ってきた。だんだんと精神的に追い込まれていった私たち。そしてそれにとどめを刺すかのようにまた義士夫婦がやってきた。あら、まだあんたたちいたの。さっさと出て行けって言ったのにね。でも今日こそ出て行ってもらうからね。もう私たち荷物をまとめてきたから。義士は大きな荷物を持ってそう言ってきた。その姿を見て私も夫も呆れ果ててしまった。そして義両親も理不尽なことを言う義士に便乗する。ユカが住むならあんたたちは用済みだよ。さっさと出て行け、この寄生虫が。義士にべったりの義両親は今まで私たちが生活を支えてきたことなど忘れたのか、そう言って義士と一緒になって私たちを邪魔者扱いしてきた。だがそこまでされて黙っている私たちではない。もうすでに私と夫は賃貸用のマンションを探して引っ越す準備をしていた。義士夫婦がいる限り私たちがこの家で幸せに暮らすことはできない。だから私たちは私たちで義実家と縁を切る準備をしていたのだ。わかったよ、もう俺たちは出ていくよ。夫がそう言うと義士夫婦はニヤッと勝ち誇った顔をした。あら、やっと出ていく覚悟を決めたのね。もっと早く出て行ってほしかったんだけど、まあいいわ。さっさと出て行ってちょうだい。ちょっと待ってよ。家を出ていくにしても、そんな簡単には出ていけないよ。夫はそう言って、ローンについて説明をした。この家のローンは俺たちが支払っていたから、家の名義を姉さんに変更するならいろいろと手続きをしないと。ローン、そんなのがあったの。まあいいわ、この家が私の名義になるなら問題はないわ。義士はローンがどれくらいかかるのかも知ろうともせずに名義変更の手続きを承諾した。夫は速やかに書類を用意し義士に名義を変更した。これでこの家は私名義になるってことでいいのよね。ああ、そうだよ。夫がそう言うと義士夫婦は大はしゃぎしていた。やった、これで私たちの生活も安泰ね。大喜びしている義士夫婦を横目に私と夫は荷物を車に詰めていった。そして荷物を積み終えた後、義実家の人たちに挨拶をした。お母さん、お父さん、今までありがとうございました。正直こんな形で裏切られるなんて俺は思わなかったけど、あとは姉ちゃんが何とかしてくれるから安心だな。体には気をつけてくれよ。私たちは大人な対応をとって義両親にそう言ったが、義両親はああはいどうもと適当に返事をした。そんな義両親にため息をつきながら私は義士に話しかけた。それじゃあお姉さん、あとはよろしくお願いしますね。ええ、任せてちょうだい。ニヤニヤが止まらない様子の義士。そんな義士に私はこの家のローンについて教えてあげた。あ、そうそう、毎月のローンの返済額ですが、私が返済額を伝えると義士夫婦の顔が一気に青ざめた。ちょっと待ってよ、月に50万のローンの返済ってどういうこと？私たちはできる限り早くローンの返済をしようと思っていましたから、これくらいの金額になったんですよ。それにしたって高すぎじゃない。一体この家はいくらなのよ？この家は1億ですよ。1億？そんなにするの？そんな家をどうしてあんたたちが買えたのよ。あれ、私が大手の外資系の証券会社でマネージャーを務めた後に、現在は美容関係のサロンの店舗を複数経営している経営者だってこと言ってませんでしたっけ？ちなみに夫は私の会社の副社長をしてるんですよ。だから私たちならこれくらいの金額の家のローンは組めるんです。嘘でしょ、そんなの聞いてないわ。そうだったんですね。まあ別に知ってても知らなくてもどっちでもいいですが、
とにかくこれからこの家のローンの支払い頑張ってくださいね。そう、そんな。顔面蒼白状態の義士夫婦、私と夫はそんな二人を無視して車に乗り込んだ。引っ越しが完了した後、義両親と義士からは鬼のように電話やメッセージが来ていたが、私たちは全部無視をした。それからはもし義実家の人たちが接触を試みた場合には警察を呼ぶことにした。とりあえずは私たちの住まいはバレてはいなかったので安心して生活ができた。そんな中、風の噂で義実家があの家を売りに出したというのを聞いた。やはりローンが支払えなかったのだろう。だが家を売っても買い値よりは確実に安くなってしまう。義士はそれを分かっているのか知らないが、おそらく2,000〜3,000万ほどの損失が出るはずだ。すると夫の親戚から夫に連絡が来て、義士と義両親がお金を貸してほしいと親戚中を回っているという話を聞いた。やっぱり私の予想通り多額の借金を背負うことになったようだ。しかも話によると義士の旦那は自営業と言っていたが、ただのパチプロだったそうだ。最近は全然勝てないらしく、収入がかなり低いらしい。さらに義士が多額の借金を背負うと行方をくらましたそうだ。義士はこんなはずじゃなかったのにと言いながら義両親と一緒にお金集めに奔走しているらしい。その話を聞いて私と夫はいずれここにたどり着くのも時間の問題だろうと思い、拠点を東南アジアに移すことに。そこにも店舗を置くようにして、物価の安い海外で夫と平和に安全に豊かに暮らすことにした。あれだけ私と夫が親切にしたのに、恩をあだで返すような義両親のことももうどうでもいい。私たちは私たち夫婦のことだけを考えて楽しく幸せに暮らしていこうと思う。他人のくせに母親面しないでくれ。あんたは二度と関わってくるな。兄が亡くなってからの15年間我が子のように育ててきた甥は、今までの恩などなかったかのように私に結婚式に出ないようにと言ってきた。この日のために新しい服まで買ったのに。わかったわ。それから1年後、甥が変わり果てた様子で私の元を訪ねてきた。母さん、助けてくれ。私はにっこりと笑い、甥にこう言ってやった。私はあなたのお母さんじゃないわよ。私の名前は舞、52歳の会社員だ。私は大学を卒業後大手企業に就職し、今まで必死になって働いてきた。そのおかげで現在は本部長という責任ある立場で働かせてもらっている。まあその代償なのか、人生の伴侶となるパートナーとは未だに出会えていない。それでも私は幸せな人生を送っていると言える。というのも、私には自分の息子のように育ててきた甥の正人がいるからだ。正人は兄の息子だったのだが、兄が亡くなってしまい、それから私が引き取ることになった。兄は私の10歳上で、私が大学4年生の時にゆかさんという綺麗な女性と結婚をした。ゆかさんにはすでにお腹の中に赤ちゃんがいて、二人はいわゆる授かり婚だった。二人の結婚式はすごく良くて、私はとても感動した。兄はとても優しい人で、私は兄のことが大好きだったので、兄が幸せになってくれて本当に嬉しかった。その後、私は大学を卒業して就職。兄夫婦にはその頃に子供が生まれた。それが甥の正人だ。私は仕事が休みの日とかに兄夫婦の家に行って、まだ赤ちゃんの甥をあやしたりした。甥が大きくなってきて言葉を話すようになると、会話をしたりしてコミュニケーションを楽しんだ。正月とかお盆とか実家で集まることがあった時も、甥は私や両親に甘えてきて、本当に可愛かった。それからも定期的に家族が集まるタイミングで、兄一家とは顔を合わせ、その度に成長していく甥の姿を見て、時の流れの速さを感じていた。
そして気づけばあっという間に月日は流れ、私は38歳になった。生まれた時はあんなに小さかった甥も、16歳になり、思春期真っ只中の高校1年生だ。私は仕事がかなり忙しくなって、兄一家の家に遊びに行く機会もほとんどなくなってしまっていたし、兄もかなり仕事が忙しいようで、正月に帰ってこれないということもあったりして、甥とは2、3年ほど会えていなかった。そんな甥が高校生になったと聞いて、もうそんな年になったのかと感慨深くなっていた時だった。突然私のもとに、兄が交通事故で亡くなったという訃報が入ったのだ。仕事中にその連絡を受け、私は慌てて病院へ。そこには白い布をかぶされて、体が冷たくなっている兄の姿があった。お兄ちゃん、どうして？そう呼びかけても、兄は目を閉じたまま反応してくれない。大好きだった兄がこの世からいなくなってしまい、私は悲しみに暮れた。葬儀でも悲しくて涙が止まらなかった。なんで兄が亡くならなければならなかったのだろうか。心にぽっかりと穴が開いた気分だった。それからはあまり仕事も手がつかなかった。だがそんな時、私の親からいきなり連絡が来た。ゆかさんがいなくなってしまったそうなの。え。なんと兄嫁であるゆかさんが行方をくらまし、連絡もつかなくなってしまったらしい。私は慌てて実家に行って、詳しく話を聞きに行った。兄嫁はマサトを置いて出て行ってしまったそうだ。しかも兄嫁の実家に両親が行くと、そこにはすでに知らない人が住んでいて、兄嫁のご両親までもどこに行ったのかわからなくなってしまったらしい。私はその話を聞いて絶句した。兄が亡くなってしまった途端、自分の息子を置いていなくなってしまうなんてひどすぎる。おいはとりあえず私の親が実家に連れてきたのだが、ショックからか黙り込んだままだ。兄嫁への怒りが湧き起こる中、私はマサトをどうするかを考えていた。大好きな兄の息子であり、私のとっても可愛い甥だ。そして私はある決断をした。この子は私が育てるわ。ずっと独り身だったから貯金はあるし、こんなことでマサトが十分な教育を受けられずに終わるのはかわいそうだもの。親は私の決断に驚いていたが、それでも同じ考えだったのか、賛成してくれた。そして私が仕事で忙しい代わりに、家事などは定期的に両親がサポートしてくれることになった。甥はまだ事態を飲み込めておらず、言われるがままに私と暮らし始めたという感じだったが、だんだんと昔のように心を開いた状態で私と接してくれるようになった。おばさん、いつもありがとう。俺が高校に通えるのもおばさんのおかげだよ。そんな改まってお礼なんて言わなくてもいいのよ。あなたは私の大事な兄の子であり、私にとってももう息子のような存在だもの。私のことを母親だと思って、遠慮なく何でも頼っていいからね。私と甥は本当の親子のように接していた。少しでも甥の親を失った悲しみが癒えるようにと、私は積極的にコミュニケーションをとり、愛情を注いでいった。それに応えるように、甥はとてもいい子に育ってくれたのだ。甥は高校を卒業後に大学に進学。バイトをしながらサークルにも入り、大学生活をとても謳歌していた。その後、甥は一般企業に就職。順調に甥が人生を歩んでいってくれて、私はとても嬉しかった。甥は社会人になってからも、私のことを気遣ってか、一人暮らしはせずに一緒に住んでくれた。一人きりになるのは寂しいだろう。まあ俺もお金を貯めたいからっていうのもあるんだけどさ。正直にそう話す甥はいくつになっても可愛くて、自分で産んでいなくても、親心というものは存在するんだなと実感した。それからも私と甥は、一緒に生活を続けていった。仕事のこととか趣味のこととか、食事の時とかに甥は私に話してくれた。そして甥が30歳になった時、ついに甥は結婚することになったのだ。
私は両親と一緒に婚約者の女性と会ったのだが、感じのいい人で安心した。それから甥は婚約者の女性と結婚式の準備を進めていたのだが、ある日私にこんな相談をしてきた。彼女が一生に一度の結婚式だからってものすごい凝った演出などを考えてて、式場も豪華にしたいらしくて、お金がかなりかかりそうなんだ。俺としてもできれば彼女の理想通りにしてあげたくて、でも貯金で賄うことが難しそうなんだよね。おいはとても言いづらそうにしているが、おそらく私に結婚式の費用を援助してほしいのだろう。私は笑顔でおいにこう言ってあげた。わかったわ。私が援助するわ。え、まだ頼んでないけど、いいの？もちろんよ。15年間、私はあなたの面倒を見てきて、本当の母親のような感覚になっているの。大事な息子の晴れ舞台なんだから、それくらいの援助は当然よ。ありがとう。本当にありがとう。おいは泣いて喜んでくれた。私が援助することで、おいと婚約者が一生ものの思い出を作れるのなら安いものだ。その後、おいは順調に結婚式の準備を進めていった。おいも婚約者の女性も結婚式が待ち遠しいようで、会うたびに嬉しそうな顔をしている。幸せいっぱいのオーラをもらい、私までも幸せな気分になる。そしていよいよおいの結婚式の日がやってきた。私は緊張からなかなか眠れず、朝も早くに目が覚めてしまった。とりあえずコーヒーを入れて、眠気を覚ましながら早めに身支度をした。私よりも少し遅くにおいは起きてきて、眠そうにしながら朝食を食べている。昨日遅くまで飲んでたんだって。今日は結婚式なのにダメじゃない。おいは独身最後の日に、友人たちと夜中まで飲み歩いていたそうだ。せっかくのバチェラーパーティーなんだから、盛大に楽しまないといけないだろ。あくびをしながらそのように言うおい。でもちゃんと家を出る前に起きてきたからよしとしよう。するとおいは、私がすでに出かける準備を終えて、ドレスを着ているのを見て、目を丸くした。あれ？どうしてドレスなんか着てるの？え？どっか出かけるの？誰かのパーティーとか？私はおいが寝ぼけているのだと勘違いして、笑ってしまった。いやいや、何を言ってるのよ。今日はマサトの結婚式じゃない。私は親代わりとして、ちゃんとあなたの晴れ姿を見届けるんだから。私がそう言うと、おいは鼻で笑った。え、何言ってんの？え？他人のくせに母親面しないでくれよ。マサト。あんたみたいなのが母親代わりとか、恥かくに決まってんだろ。あんたは二度と関わってくるな。結婚式にも出ないでくれ。そんな。式が終わったら、俺はここを出てくからな。兄が亡くなってからの15年間、我が子のように育ててきた甥は、今までの恩などなかったかのように、私に結婚式に出ないようにと言ってきた。この日のために、新しい服まで買ったのに。わかったわ、結婚式には出ないわ。私がそう言うと、甥はニヤッと笑った。せっかくドレスを着てたのにごめんね。そう言っておいは身支度をして結婚式場へと向かった。一体どうしてこんなことになったのだろうか。いきなりおいの態度が変わったことに動揺を隠せなかった。あの子が私に優しかったのは演技だったのか。今までいい子のふりをしていたってこと。何が本当なのかもわからず、私はしばらくぼーっとしたままその場から動けなくなっていた。それから数時間後、おいが鼻歌を歌いながら帰ってきた。私はちらりとおいが今にやってきたのを見たのだが、彼の後ろにいた人物を見てぎょっとした。そこには行方不明になっていたはずの兄嫁がいたのだ。ゆかさん。どうしてあなたがいるの？私が驚きながらそう聞くと、彼女はニヤッと笑った。そりゃ大事な息子の晴れ舞台だもの。
結婚式に参列してたに決まってるでしょ。え、私は絶句した。どうして行方をくらましていた兄嫁が甥の結婚式に参列しているのだろうか。私が言葉を失って固まっていると甥が口を開いた。俺にとって母さんは俺を産んでくれたこの母さんだけなんだよ。俺と母さんは父さんが亡くなった後も連絡を取り続けていたのさ。どういうこと。だってその方が俺と母さんは金を使わなくて済むじゃん。母さんは父さんの遺産をもらって実家ごと移動して行方をくらまして、俺は父さんの親族に養ってもらって大学まで通わせてもらえばだいぶ金を浮かせることができるだろう。まさかおばさんが俺を引き取るって言うとは思わなかったけど、おばさんは女のくせに稼ぎはいいから助かったよ。それどころか気前よく結婚式の費用も出してくれてマジでありがてえなって思ったよ。金を出したことだけは感謝してやるよ。おいはずっと兄嫁とつながっていて、自分たちが一切損することなくこの15年間好き放題してきたということだ。何も知らずに勝手に愛情を注いで母親になった気分でいた自分が恥ずかしい。おいはずっと私のことをただの金づるとしか思ってなかったのだ。私が呆然としながら固まっているのを見て、ケタケタとおいと兄嫁は笑っていた。そして着替えをして二次会へと行ってしまった。それから少し経って、私の両親が家にやってきた。結婚式場で私の姿がなく、その代わりに行方をくらましていた兄嫁が来たので驚いたそうだ。だが結婚式が終わるまでは騒ぎは起こしたくないと我慢していたそうだ。私は両親に先ほど兄嫁と甥から語られた事実を報告した。二人とも私たちを騙していたなんて許せない、と怒っていた。私も今回のことは絶対に許せることではないと思った。そして甥に復讐をすることに。もう容赦はしない。そっちが他人というのなら、私だって他人としてひどい目に遭わせてやる。もう私には慈悲の心は残っていなかった。ただただ裏切られた憎しみだけで動いていた。それから一年後、甥が変わり果てた様子で私の元を訪ねてきた。あら、マサト、久しぶりね。一体何の用かしら。ボロボロの服を着た甥は、私にすがるような目を向けてきた。おばさん、助けてくれ。生活がきつくてもう大変なんだ。そう言って土下座までしてくる甥。あらあら、ここは私が働く会社のエントランスのロビーよ。そんなみっともない姿をさらして恥ずかしくないの？私が挑発しても甥には言い返す気力もないようだ。おば、いや母さん、俺やっと気づいたんだ。今まで俺のことを大事にしてくれたのは母さんしかいないって。母さん、助けてくれ。また俺と親子になって仲良くしようよ。どこまでもクズな男だ。私を利用するつもりだというのがはっきりとわかる。私はにっこりと笑い、甥にこう言ってやった。私はあなたのお母さんじゃないわよ。あなたが言ったように、赤の他人なの。これ以上ここに居座るなら、警察を呼ぶわ。私が冷たくそう言うと、甥は顔を真っ青にしていた。そんなこと言わないでくれよ。俺の人生ずっといい感じだったのに、いきなり全てを失ったんだ。だからお願いだよ、母さん。俺を助けてくれ。そう言って懇願してくる甥。私は警備員さんに来てもらい、彼を追い出してもらうことに。次来たら容赦なく警察を呼ぶからね。私の発言に、甥は顔面蒼白の状態になりながら、警備員に腕をつかまれて、外に追い出された。私が彼にした復讐とは、自分の立場を利用したものだった。私は大企業の本部長という役職だったため、いろんな会社の社長さんとも面識があった。そして私は甥が働く会社の社長とも仲が良かったのだ。社長は私のことをとても気に入ってくれていた。だから私は今回のことをすべて社長に話した。社長は人徳を大事にし、
仁義を重んじるタイプなので、私の話を聞いて老いに対する評価が一気に下がった。そして老いはすぐに地方の田舎の工場へと飛ばされたのだ。さらに私は老いの嫁と直接コンタクトを取り、私が老いにされたことについて話した。老いの嫁は今回のことを何も知らなかったらしい。そもそも私が結婚式の費用を援助していたことも聞かされていなかったようだ。真実を知った老いの嫁は大激怒。ご両親もそんな男とは別れた方がいいと言い、彼女はすぐに老いに離婚を突きつけたらしい。こうして嫁を失い、さらには田舎の工場へと飛ばされた老い。老いはそんな田舎での生活に嫌気がさし、すぐに退職して自分の母親を頼った。だが老いの母親は、兄の遺産や自身の親の遺産も食いつぶしていて、逆に老いに寄生するようになったそうだ。さらには母親が自分を連帯保証人にして借金をしたらしく、どれだけ働いても借金地獄から抜け出せないらしい。それで最終的に私を頼ってきたというわけだ。だが全ては老いの自業自得だ。私は赤の他人なので彼に何かをしてあげる義理もない。一方、私は相変わらず仕事に打ち込んでおり、さらには株もしているので資産はどんどん増えている。これから親の介護が必要になった時や私自身の将来的な老後に備えての資金は潤沢にある。だから安心して楽しみながら仕事を頑張っていこうと思う。その上で気長に素敵なパートナー探しも進めていこうと思う。10万って少なすぎじゃない？老後の面倒を見るのマジ勘弁なので今すぐ絶縁してください。ゆかさんはそう言って私を罵倒してきた。こっちだってもう限界だ。私は彼女の目をまっすぐ見てこう言ってやった。逆にいいの？私はのぞみ、65歳の専業主婦だ。夫とは結婚して35年以上になる。もちろんいろんなことがあったし、喧嘩をしたことも多々あるが、基本的に夫婦仲良く幸せに暮らしている。私たちはもともと同じ職場で働く同僚で、一緒に働いていくうちに距離が縮んでいった。それから交際をスタートさせて、順調にお付き合いを進めていって、結婚に至った。結婚してから数年は共働きだったが、長男が生まれたのをきっかけに、私は専業主婦になった。長男が生まれてから2年後に次男が生まれたので、私はそれからしばらくは子育てに集中することに。息子たちはやんちゃだったので、毎日慌ただしかったが、とても楽しく充実した日々を過ごせていた。そんな息子たちもすくすくと成長し、いい子に育っていった。長男も次男も大学まで卒業し、それぞれ就職をして立派に働いている。親としての役目を終えてからは、ゆっくりと過ごしていた。夫は一生懸命に仕事を頑張ってくれて、毎日十分な稼ぎを持ってきてくれた。だから安心して日常を過ごせていたのだ。だがそんな夫が、最近体調を崩してしまい、入院をしてしまった。私は毎日夫の見舞いに行き、夫と話をした。たわいもない話から息子たちの話についてなど、内容は多岐にわたっている。また次男夫婦が病院の近くに住んでいるため、時間が合うときは私と一緒に夫の見舞いに来てくれる。そういうときは賑やかで、和気あいあいとしたいい雰囲気になる。長男は大手企業で課長をしており、毎日かなり忙しいのと、病院から離れたところに住んでいるので、なかなか見舞いに来れなかった。それでも定期的に連絡をくれて、夫の容態を聞いてくれる。他にも私や夫の誕生日の時には、必ずプレゼントを送ってくれる、心優しい子だ。長男は仕事に打ち込んでいるため、まだ独身だった。なんだかんだでもう35歳になるので、もうそろそろ結婚してほしいなと思うのだが、
それは親のエゴだと言い聞かせて長男のことを見守っている。そんな中、私と夫の思いが通じたのか、ある日長男がお見舞いにやってきてこんな報告をしてきた。今度結婚することになったんだ。私も夫もものすごく嬉しかった。そしてすぐに婚約者を連れてきて挨拶をしてくれることになった。夫は入院中なので申し訳なかったが、病室にまで来てもらうことに。はじめまして、ゆかと申します。この度マサトさんと結婚させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。ご丁寧にどうもありがとうございます。長男が連れてきたゆかさんという女性は感じが良さそうな人だった。私たちと話しても笑顔で受け答えをしてくれて、この人なら長男を任せられそうだなと思った。だが会話を進めていくうちに少し気になることがあった。それはゆかさんがこんな質問をしてきた時のこと。お父さんはどれくらいの期間入院されてるんですか？もう2ヶ月くらいかな。そうなんですね。それじゃああとどれくらい入院するんでしょうか？それは実はわからないんだ。正直言って相変わらず体調はかなり悪いし、このままずっと入院をすることになるだろう。なるほど。この時ゆかさんは少し嬉しそうにしていた。それがものすごく気になった。どうして人の不幸が嬉しいのだろうか。その時私は多分彼女は介護をしたくないのだろうと思った。夫が退院してもし体調が悪く介護が必要になったら自分にお鉢が回ってくるかもしれない。そういうことは避けたいのだろう。だが別に私も夫も介護を押し付けるつもりはない。だから心配しなくていいのだが、私は明らかに介護をしたくないという思いが顔に出ていたことが気になった。でも長男とは仲が良さそうだし、うまくいっているんなら私がとやかく言う権利はない。長男には本人が結婚したいと思っている人と結婚をしてほしいと思う。それに喜んで見えたのは私の勘違いかもしれないし、何回か絡めば彼女の本性がわかるだろう。長男とゆかさんは結婚式は6ヶ月後に挙げることにしたらしい。挙げたい結婚式場の予約が取れたのがその日だったようだ。私は結婚式前に結婚祝いを持って長男の家に行った。ゆかさんとゆっくり話してみたかったし、結婚の挨拶が病室だったのがちょっと申し訳ないと思ったので、改めて機会を設けようと思った。だけど私と夫の家に招くのは手間を取らせるので、私が長男の家に出向くことにした。お母さん、ようこそいらっしゃいました。ゆかさん、わざわざ時間を作ってくれてありがとね。いいんですよ、お母さん。これ、結婚祝いね。わあ、ありがとうございます。ゆかさんは喜んでいたが、中身を開けると一瞬顔の表情が曇った。これは、ワイングラスなんだけど、お気に召さなかったかしら。いえ、大丈夫ですよ。大丈夫とは。私はゆかさんの発言がちょっと気になったが、その後息子が玄関にまでやってきたので、私は息子との挨拶に集中した。母さん、来てくれてありがとな。いやいや、こちらこそ時間を作ってくれてありがとう。さあ、上がってくれよ。長男に居間に案内されて、私は二人と一緒に食卓に着いた。母さん、コーヒーでいい？ええ、ありがとう。それから私たちはいろいろとお話をした。だがゆかさんはなんとなく愛想が悪いというか、私が話すと途端につまらなそうな顔をするのだ。長男は隣に座っているから気づいていないようだが、私にははっきり分かった。ゆかさんは私に対してあまりいい印象を持っていないのだろう。というより義理の親に対してなんとなく嫌悪感を抱いているのだろうか。
そしてゆかさんは長男がトイレに行った瞬間にこんなことを言ってきた。お母さん、結婚祝いくらいもっとマシなものくださいよ。え？普通はお金でしょう。50は最低ラインね。50って50万ってこと？当たり前じゃないですか。なんならお母さんの年齢なら100から200くらいは出してくれないと。そう、そんなに？私はまさかもらう側がこんなことを要求してくるなんて思わなかったし、長男がいないとこんな風にひどい態度をとってくるとは思わなかった。すぐに長男がトイレから戻ってきたので、そこで彼女は悪態をつくのをやめたが、私は彼女の本性を知って長男の結婚が不安になった。今は長男の前では猫をかぶっているようだが、いつか長男にもこのようなひどい態度をとるのではないだろうか。というか、半年後に結婚式を挙げた後から態度を急変させるのではないだろうか。そんな感じで私はゆかさんに対して一気に悪い印象を抱いた。そしてそれから少し経った後、ゆかさんが一人で私と夫の家にやってきた。ゆかさん、一体どうしたの？お母さんとはまたちゃんと話しておかないといけないと思ったんです。そう、そうなのね。とりあえず上がってちょうだい。私は彼女を居間に案内した。意外と綺麗にしてるんですね。まあまあ広めの家だし。彼女は家の中を物色し、上から目線でそう言った。話っていうのは？私がお茶を出しながら聞くと、彼女は私にこんな質問をしてきた。お母さんってもう65歳ってことは年金暮らしなんですよね。ええ。年金はいくらなんですか？え？ちゃんと教えてください。私は長男の嫁として知る権利があるんですから。ものすごい威圧をしてきて、そのように言ってくるゆかさん。年金は月に10万だけど。私は正直にそう答えた。するとゆかさんは大きなため息をついた。10万って少なすぎじゃない？もしかしてマサトさんのお家って貧乏だったんですか？え？騙されたわ。マサトさん自体はかなり稼ぎがいいのに、親は残念なのね。そんなことを言ってくるゆかさん。私の年金が少ないからって一体何だというのか。それなのになんでそんな風にバカにされなきゃいけないのだろうか。そして彼女は急にありえないことを言い出した。お父さんが死んだ後、私たちに頼ってこないでくださいよ。別に私は彼女や長男に頼ろうとは思っていない。そして夫が死ぬだとか、そんなことを軽々しく言ってほしくない。心配しなくて大丈夫よ。別にあなたに頼らなくても大丈夫だから。本当ですか？約束ですからね。私はもう彼女と会話するのも嫌だった。ええ、約束するわ。わかりました。その言葉絶対ですからね。そう言って彼女は帰っていった。本当にひどい人だ。私は長男に彼女と結婚をしないでほしいと思った。だが長男に相談をする前に、まさかの出来事が起きた。それは夫が亡くなってしまったことだ。夫は容態が急変し、危篤状態になった。そして私はギリギリまで夫のそばで、夫が回復するのを祈ったのだが、願い虚しく、夫は息を引き取ってしまった。私はとても悲しみに暮れていた。長男や次男夫婦に慰められ、なんとか葬儀で喪主を務め上げることができたが、悲しみに押しつぶされそうでつらかった。そんな中、あの人がとんでもないことをした。それはもちろんゆかさんだ。ゆかさんは周りに人がいないのを確認すると、私にありえないことを言ってきたのだ。お父さん、亡くなってしまいましたね。お母さん、
ちゃんと約束を守ってくださいね。でも約束を守れなさそうだから、縁を切りましょう。え？老後の面倒を見るのマジ勘弁なので、今すぐ絶縁してください。ゆかさんはそう言って私を罵倒してきた。こっちだってもう限界だ。しかもこんな時に私を追い込もうとするなんて、性格がとことん腐ってる。私は彼女の目をまっすぐ見て、こう言ってやった。逆にいいの？え？私がそう言うと、彼女はびっくりしていたが、すぐにニヤッと笑った。いいに決まってるじゃないですか。むしろちゃんと約束してくださいね。絶対に私たちに関わらないって。ええ、あなたとは関わらないわ。マサトさんにも関わっちゃダメですよ。お金をたかることをしそうですからね。そんなことは絶対にしないわ。あなたと関わることをやめるから。そんな話をしていると、次男夫婦がこちらにやってきたので、ゆかさんは話を中断した。私はもうゆかさんとは二度と関わりたくないと思った。長男にもちゃんと改めて話をしなければ。それから私は実家をフルリフォームして、次男夫婦と同居を始めることにした。するとその話を聞きつけたゆかさんが、家にやってきた。ちょっと、この家をフルリフォームして、義弟夫婦と同居するって聞いたんですが、本当ですか？あら、あなた私とは関わらないんじゃないの？そんなこと今はどうでもいいのよ。フルリフォームするのは本当なの？ええ、本当よ。そんなにお父さんの遺産が入ったの？マサトはそんな話、一切してないんだけど。主人の遺産は別に多いってほどじゃないわ。世間の平均的な額よ。マサトは次男と半分になるから、さらに少ないでしょうね。だったらなんで？あ、マサトからお金を借りたんでしょ。やっぱりお金をたかったわね。そんなこと絶対に許さないわ。私のお金返してちょうだい。この寄生虫ババアが。そうやって私のことを罵倒してきたゆかさん。私は彼女にとある真実を教えてあげた。この家はそもそも私が父から相続した家だし、リフォーム代は全部私が出すのよ。嘘よ。年金が月10万のあんたに支払えるわけないじゃない。そうね。だけど私はずっとパートで稼いだお金を貯金してたの。そして2年ほど前から株を始めたの。いろいろと勉強をしていたし、夫からやり方も教わっていたから、すぐに利益を得ることができたわ。そしたらどんどんハマっていっちゃって、今ではかなり収入がある状態なのよ。そんな。嘘よ。あんたみたいな何にも取り柄がなさそうなババアが。あらあら、随分とひどい言い方をするのね。私と二人だけだと思って、そうやって口が悪くなるゆかさん。その時、隣の部屋から長男が出てきた。ゆか、お前、俺の母さんになんて口を聞いてるんだよ。マサトさん。どうしてここに？全部母さんから聞いたんだ。まさかとは思ったが、母さんの言う通りだったな。母さんに対して、そんなひどい態度をとっていたなんてがっかりだ。この結婚はなかったことにしよう。え、ちょっと待ってよ。婚約破棄をするの？ああ、お前とは幸せな結婚生活をできるとは思えない。待ってよ。私あなたに捨てられたら困るわ。もう仕事を辞めて、専業主婦状態で一緒に住んでるじゃない。それはお前が勝手に仕事を辞めただけだろ。俺は結婚式を終えてからでもいいって言ったのに。だから俺に責任はない。そもそも俺の母さんに対してひどい態度をとっていなければ、こんなことにはならなかったんだからな。恨むなら自分の性格が悪かったことを恨め。そんな。ゆかさんはその場にへたり込んだ。そして長男とゆかさんは婚約破棄をした。長男が説明をしたことで、ゆかさんのご両親は大激怒し、
ゆかさんと縁を切ったそうだ。ゆかさんのご両親は私に改めて謝罪をしてきた。ご両親がまともな人でよかったと思う。ゆかさんは玉の輿に乗るつもりが、一気にバイト生活の日々を送る羽目になってしまったようだ。息子の稼ぎで楽をしようとした上に、私のことをバカにしてきた罰が当たったのだろう。一方、私は無事に家のリフォームを完成させて、次男夫婦と同居を始めた。新しくなった家を次男夫婦はすごく喜んでいて、私たちは快適な生活を送っている。長男は再び仕事に打ち込んでいて、今度海外支社へ何年か勤務することになった。結婚をしていたらそんなチャレンジは難しかっただろうし、いい機会かもしれない。私は長男のことを応援しつつ、次男夫婦と楽しく幸せな日々を送っていこうと思う。あんたの全てが気に入らないんだよ。家族3人で暮らすから、さっさと出て行きな。わかりました。私は自分と娘の荷物を回収し、さっさと出て行った。おい、一体どこに行ったんだよ。お願い、帰ってきてちょうだい。私に必死になって懇願してくる夫と義母。残念ですが、もう私たちは赤の他人ですので。私の名前はのぞみ、38歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して5年になる。私たちには舞という4歳になる娘がいて、家族3人仲良く暮らしていた。夫も仕事をしていて共働きなのだが、夫の会社はブラック企業に分類されてもおかしくない感じで、夫はどれだけ残業をしても給料はかなり低かった。だからその分私が頑張って稼いで家計を支えている。それは夫婦として当然だと思ったし、私の方が負担が大きいとかそういうことは考えていなかった。だから問題とは捉えていなかった。私は周りからよく心が広いとか優しいとか言われる。同僚や友達、親からもそう言われるので、きっと性格的に争いを好まないタイプなんだと思う。そんな私には現在困っていることがある。それは義母の存在だ。先日、悲しいことに義父が病気によって亡くなってしまった。すると義母がいきなり私たちの家に転がり込んできたのだ。最初は一人きりじゃずっと泣いてしまうからと言っていたので、私と夫は泊まるのを許可していた。私は一日ないし2日くらいの話だと思っていた。しかし義母は私たちが仕事に行っている間に勝手に大きな荷物を持ってきていたのだ。そしてゲスト用の部屋に自分の荷物を勝手に置いていた。それを見た私はすぐに夫に相談した。ねえ、お母さん、もしかしてこのまま居座ろうとしてるんじゃないの？だが私がそう聞くと、夫はとんでもない発言をしだした。俺が許可したんだよ。これから母さんは俺たちと一緒に住むから。ちょっと待ってよ。どうして勝手にそんなこと決めるのよ。俺の母さんは父さんを失って落ち込んでるんだぞ。息子としてそばで支えてやりたいと思うのは当然のことだろう。それともなんだ、お前は俺の母さんに一人寂しく生きろっていうのか。血も涙もない人間だな。いや、そういうことを言いたいわけじゃ。せめて事前に相談してくれればこんなこと言わないわよ。どうしていちいち俺がお前の許可を得ないといけないんだよ。一緒に住むことは絶対なんだから、さっさと来てもらった方がいいだろう。夫はそう言って怒りながら風呂に行ってしまった。私がため息をついていると義母がいきなり部屋に入ってきた。お母さん、どうしたんですか？聞いてたわよ。あなた、私のことを邪魔者扱いしてるのね。いえ、そういうわけでは。夫から何も聞かされてなかったので、お母さんが勝手に荷物を運んだのかと思ってしまって。
よくわかったわ。あなたは私のことを嫌ってる。嫌ってなんかないですよ。いいえ、嫌ってなかったらパートナーを失って落ち込んでいる私をすぐに返そうだなんて思わないもの。そんな、夫も義母も被害妄想が強い。そして自分たちのことを棚に上げて私だけを責めている。私だってこの家に住んでいるのに勝手に同居を決めたのはあなたたちだろう。これが逆の立場だったら夫は目を見開いて怒るだろう。どうして私ばかり責められなければならないのだろうか。こうして強制的に義母との同居生活が始まってしまった。のぞみさん、私朝は和食が食べたいんだけど。私も夫も舞も朝は基本的にパンなんですが。だからなんだっていうの。私は和食が食べたいって言ってるのよ。さっさと用意しなさいよ。そう言って私が用意することが当然だと思っている義母。すると朝に弱い夫が起きてきた。何？どうしたの？夫が起きてくると義母は味方がやってきたと言わんばかりに私を悪く言った。のぞみさんが意地悪をするのよ。え、意地悪？私が嫌がってるのにパンを食べろって。なんだと？お前そうやって俺のいないところで母さんのこといびってるのか？違う。私はこの家ではみんなパンを食べてるって言っただけで。そんなの強制してるのと同じだろ。母さんは和食がいいって言ってるんだからさっさと作れよ。そんな、私は朝は自分と夫と娘の3つのお弁当を作っている。そういうこともあり朝は比較的準備が楽なパンを選んでいた。普段から忙しいのにその上で義母のために和食を作らないといけないなんて大変だ。だが私がいくら言っても2対1の状況で勝てるわけもなかった。結局私は義母の言う通りに毎日和食を朝に作ることに。しかも義母は面倒なことに焼き魚を要求してきた。そのため朝早くに起きて魚を仕込まないといけないし、匂いもひどいし、後片付けも大変だ。娘はお魚臭いと言って毎朝のご飯を嫌がっている。さすがに娘が辛そうにしているのはかわいそうなので私は夫に相談した。舞が朝ごはんにおばあちゃんが焼き魚ばかり食べているから匂いが気になって食欲が出ないって言ってるのよ。和食を食べてもいいけど焼き魚ばかり食べるのは控えてほしいんだけど、お母さんにあなたの方から言ってくれない？私も服に匂いがつくから朝ごはんを用意してからじゃないと着替えられないから面倒だし。私がそのように相談すると夫は面倒くさそうな顔をした。母さんが食べたいものを食べて何が悪いって言うんだよ。お前が舞のことをしっかりとしつけろよ。そんな、あの子がトラウマになったらどうするの？和食や焼き魚が嫌いになるかもしれないじゃない。それもお前のしつけ次第だろ。ちょっとそれはひどすぎじゃない？しつけがどうとかという話じゃないでしょ。周りが嫌がっているのにそれを続ける方がわがままよ。うるせえな。俺は母さんが焼き魚を毎日食べてても気にならないから問題ないだろ。いちいちくだらないことで目くじらを立てんじゃねえよ。くだらないことって何よ。だいたいお母さんが同居することもあなたが勝手に決めたのよ。もっと私や舞との生活を大事にしてよ。はあ？俺が家族のこと大事にしてないって言うのか。本当にひどいことを言うやつだな。お前みたいなやつが嫁で失敗したな。ひどいことを言っているのは一体どちらだろうか。私はどんどん夫に対して失望していった。そしてまたしても義母は私たちの会話を聞いていたようだ。夫がお風呂に入っている時に義母は私のところにやってきた。あなた、また私の悪口を言ったのね。
焼き魚を食べることの何が悪いのかしら。お母さん、また盗み聞きしてたんですか？ドアは開いてなかったし、この部屋は防音もちゃんとしている。それなのに聞こえていたということは、ずっとドアに耳を当てていたのだろう。私はそれを想像しただけで、気味が悪いと思った。それからというもの、義母と夫は私だけでなく、娘に対してもきつく当たるようになった。おい、こんなところにおもちゃを置いておくな。私はゆっくりしたいんだから、もっと静かに遊びなさいよ。休日なんだから娘が遊んでたっていいだろう。夫と義母がそうやって娘を存在に扱うので、私は休みの日は娘を連れて外を出歩くようになった。娘も前までは夫のことを父親として慕っていたが、最近は全く夫に寄りつかなくなった。そして朝食も、私は義母と夫の分を早めに作っておいておき、娘とカフェでモーニングをする日も作るようになった。夫と義母はわがままを言うくせに、自分たちがそうやって避けられているのは腹が立つようだ。そうやってあなたが舞を独り占めするから、私とマサトが嫌われるんじゃない。もっと私たちと遊ばせなさいよ。うるさいと言って怒っているくせに、一体何を言っているのだろうか。だが私が下手に言い返すと、彼らはさらに面倒くさく怒るだろう。それじゃあ4人でどこかに遊びに行きますか？遊園地とかなら舞も喜ぶと思いますよ。遊園地なんて疲れるところ嫌よ。はあ、そうですか。じゃあ動物園はどうですか？動物が臭いから却下。一体何なのだ。それじゃあ水族館は？魚なんて眺めて何が楽しいのよ。本当に面倒くさい。じゃあ一体どこに行きたいんですか？そうね、仏閣巡りでもしましょう。は、早速マサトと予定を合わせないと。ちょっとそれは舞が退屈になるんじゃ。何言ってるのよ、子供が行ったって楽しいに決まってるでしょ。今度の休みの日にでも行きましょう。のぞみさんは運転をお願いね。はあ、義母とは本当に合わない。っていうか娘と仲良くしたいと言っておいて、娘に合わせるのではなく自分のしたいことを優先するなんておかしいだろう。そして夫も義母の提案に乗っかったらしく、今度の休みの日に私たち4人で仏閣巡りをすることになった。娘にそのことを話すと、仏閣が何なのかもよく分かっていない上に夫と義母とお出かけをするという時点で明らかにテンションが下がっていた。舞、ごめんね。もし楽しくなかったら、今度お母さんと遊園地に行こう。娘に嫌なことを強いてしまい、申し訳なく思いながら、私たちは日曜に仏閣巡りへ。私自身、別に仏閣は嫌いじゃないし、時間があったら行ってみたいとは思うが、行く相手はちゃんと同じように興味がある人とか、一緒にいて楽しい人と行きたい。そして娘があまり乗り気じゃないのに、無理やり連れて行かなければならないのも心苦しいし、私が運転をしなければならないのも面倒だ。また義母はやたらと乗り気ではしゃいでいて、朝早くから出発をしなければならなかった。眠い状態で私は頑張って運転をした。片道2、3時間かけて運転し、ようやく目指していた仏閣へ着いた。義母と夫はテンションが上がっているが、娘は朝早くに起こされたのですごく眠たそうだ。私も運転をして疲れたので仏閣を見て回る元気はあまりなかった。むしろカフェとかでゆっくり座って休みたい。だが今回は義母と夫が娘との時間を作るという名目なので、娘と2人で休むわけにもいかなかった。娘は眠たいのに義母と夫に連れ回されて辛そうだった。午前中に仏閣巡りをして、やっと昼食の時間になった。
私は近くにあったイタリアンのお店が良さそうだと思ったのだが、ここでも義母が勝手に決めてしまった。焼き魚が美味しい定食屋があるのよ。私は頭を抱えた。娘が嫌がっている焼き魚をどうして外食先でも食べるのだろうか。だが義母に夫が賛成してしまい、結局和食を食べに行くことになってしまった。そして義母は宣言通り焼き魚の定食を頼んだ。娘は明らかに気分が落ちている。娘が辛そうにしているのに義母も夫も気づかずに自分たちだけで楽しんでいる。せっかく気分転換できそうなお昼の時間も私と娘は全く休まらなかった。そして午後からはたくさん歩き回されて、私も娘も足が棒のようになった。しかも私は運転をしなければならず、本当に疲れた。やっとの思いで家に帰ると、義母と夫は、疲れた、と大声で言った。子供の相手を久しぶりにしたから、ヘトヘトよ。そうだな。二人がそんな会話をしたので、私はぶん殴ってやろうかと思った。私は本当に義母と夫を軽蔑した。二人が合わさると、本当にモンスターと呼べるほどに面倒な存在になる。その後も義母と夫は私と娘を困らせた。娘の元気がどんどんなくなっていくのを、もう私は見ていられなかった。だから私は義母に文句を言うことに。お母さん、いい加減にしてくれませんか。同居をするなとは言いませんが、自分勝手に生活されると本当に困ります。娘が幼児向けの番組を見たいタイミングに、お母さんがソファーを占拠して、ずっと韓国ドラマを見ているのも迷惑ですし、日中の私たちが仕事とかでいないタイミングに、お昼は必ず出前を取ってますよね。家に1円も入れてないのに、どうしてそんな贅沢ばかりするんですか。朝食のこともそうですが、こんなにも自分勝手に生活するなら出て行ってもらえますか。私は相当ストレスが溜まっていたようだ。義母に向かってそこまで言っていた。すると義母は目を見開き、顔を真っ赤にして怒ってきた。あんた何様のつもりよ。マサトに養ってもらってるくせに生意気よ。は、養ってもらってる。私も会社員なんですが。あんたの給料なんてたかが知れてるでしょうが。この立派なマンションに住めてるのも全部息子のおかげでしょうが。その感謝もせずに何バカなこと言ってるんだい。もういい。あんた出て行きな。は。あんたみたいな嫁はこの家の害悪だ。あんたのすべてが気に入らないんだよ。家族3人で暮らすから、さっさと出て行きな。そう言って私を追い出そうとしてきた義母。わかりました。ですが3人というのは間違いですね。舞は私が連れて行きますから。そんなことをしたって、舞は父親であるマサトと一緒に暮らしたくなるだろうさ。どうですかね。でもまずは私が実家に連れて帰りますよ。勝手にしな。ああ、そうそう。そしたらついでにこれも出してきてちょうだい。義母はそう言って、引き出しから離婚届を取り出した。夫の欄はすでに記入済みになっている。いつの間に用意していたのだろうか。私はそれを受け取ると、わかりました。出しておきます。と言った。絶対に提出してくるのよ。もう謝ったって遅いんだからね。そうやって勝ち誇った顔をしている義母。夫はちょうど友人と遊びに出かけていたのでいなかった。今がさっさとこの家を出ていくチャンスだ。私は自分と娘の荷物を回収し、さっさと出て行った。そして娘を連れて、車で実家へと帰った。途中で親に連絡を入れておいたので、私たちが到着すると、親は温かく私たちを出迎えてくれた。そして娘を親に預けてから、私はすぐに離婚届を提出。
こうして私と夫は離婚が正式に決まった。それから数時間後、夫から電話がかかってきた。母さんから聞いたぞ。お前生意気なこと言って母さんを怒らせたんだってな。ちゃんと離婚届は出したか？もうお前のことはかばいきれないからな。そのように好き勝手言う夫。もちろん出してきたわ。ああ、それとかばってるのは一体どっちだったのか、あなたはすぐに気づくでしょうね。は、何言ってんだお前。まあいいわ。これで私たちはもう夫婦じゃないから。ああ、よかったよ。舞の親権に関しては、俺がもらうからな。それだけは絶対に渡さないわ。そんなこと言ったって舞も俺と母さんとの生活を望んでるだろう。お前に勝ち目はないよ。一体どうしてそんな自信を持てるのだろうか。私は不思議に思いながらも、もう会話をするのも面倒だと思い電話を切った。そしてすぐに新しいマンションを借りて娘と引っ越した。それから1ヶ月ほど経った頃だろうか、元夫から電話がかかってきた。おい、一体どこに行ったんだよ。お前の実家に行ったのにどうしていないんだよ。はい。なんであなたに今住んでる場所を教えなきゃならないの？それはお前が家賃を支払ってくれないと困るからだよ。夫はよほど切羽詰まっていたのか、そうやって叫んだ。あら、やっと気づいたの？私の方が収入が上で、あの家の家賃も私の収入で支払っていたこと。どうして教えてくれなかったんだよ。あなたには説明したわよ。月30万の家賃の家なんてあなたの給料じゃ支払えないわよって。そしたらあなたは何自分だけ出さないつもりなんだって怒ったのよ。あなたの給料は手取りで18万で、あの家に住むのはまず無理だったから、共有口座の預金などを提示して借りられるほどお金があることを証明したの。え、俺もっと稼いでるだろ。あんなに毎日必死になって働いているんだから。夫は私に完全にお金のことを任せっきりにしていたため、自分の給料をちゃんと把握していなかったようだ。本当にアホというか、常識がないというか。あの家の生活を支えていたのは私よ。私は会社員をしながら株式投資で副収入があるの。え、そうなのか。だから家賃30万は私が自分の収入から出していたのよ。だけどあなたとは離婚したし、もう家を出たから家賃はあなたが支払うことになるわけ。そんな月30万なんて無理だよ。元夫は半べそをかいてそう言っていた。そしてスピーカーにしていたのか、義母の声も聞こえてきた。お願い、帰ってきてちょうだい。いくらでも謝るから、また4人で暮らしましょう。私に必死になって懇願してくる夫と義母。そんな彼らを私は冷たく突き放した。残念ですが、もう私たちは赤の他人ですので、あなたたちはその家に住むのを諦めて、身の丈に合った生活をした方がいいと思いますよ。それはそうなんだけど、私たちもっとお金があると思って散財しちゃって、気づいたら貯金が何にもないのよ。しかもリボ払いがたくさん残ってるし、このままだと家賃を支払うこともできないし、引っ越しだってできないわ。あらら、悲惨ですね。追い打ちをかけるようですが、私、あなたたちの今までのモラハラ発言を録音しているので、弁護士に相談したら、慰謝料を請求できるみたいです。ですので、親権と慰謝料、どちらももらうので、覚悟しててください。慰謝料。そんな。まあ私はもうあなたたちとは他人なので、頑張ってくださいとしか言えないです。でも応援はしたくないので、この言葉で最後を締めますね。ざまあ見ろ、このクソ親子が。そう言って私は電話を切り、着信拒否をした。そして弁護士を通してやり取りし、娘の親権とモラハラの慰謝料を勝ち取り、
完璧に彼らと縁を切った。風の噂では元夫と元義母は約1ヶ月ほど漫画喫茶で過ごし、その後は月2万円の家賃の狭いオンボロアパートに2人で住んでいるんだとか。だが部屋のあちこちがボロボロで悲惨な生活を送っているようだが、借金を返さないといけないため引っ越すことはしばらくできないらしい。全部自業自得だし、本当にいい気味だ。一方、私は娘と二人で、とても快適な生活を送っている。仕事は安定していて収入もいいし、何よりストレスなく生活できているのが幸せだ。これからも私は娘の成長を見守っていきながら、仕事と株投資の二足のわらじで、安定した生活を送っていこうと思う。なんだよ、お前、俺に逆らうのか。だったら離婚だな。最初からこれさえ手に入れば、お前なんていらないからな。夫は私の通帳をひらひらと見せびらかしている。ああ、引き出しから消えてると思ったら、やっぱりあなたが持ち出したんだ。この3000万は手切れ金として俺がもらう。あ、そう、じゃあ離婚でいいけど。あなた、絶対後悔することになるわね。後悔するわけないだろう。そうですか。じゃあ、離婚届を今ここで書いてください。私はのぞみ。とある企業で働く会社員だ。私にはマサトという夫がいるのだが、彼は二人目の夫だ。最初の夫とは死別した。私は彼の死により3000万の保険金を受け取ったが、彼の命が3000万と言われた気がしてとても悲しかった。彼が最後に残してくれたお金ではあるが、そのお金を使うことなどできない。これを使ってしまったら、彼の思い出が失われてしまうような感覚に陥ってしまうのではないかと不安になる。だから私はこのお金をずっと使わずに眠らせていた。あれから5年が経った今もそのお金に手をつけることはしていない。私は働いているし、それに頼らなくても十分生活ができている。きっとこのまま一生使わないかもしれない。彼だったら、どんな形でお金を使ってほしいだろうか。やはり彼が望んでいた子供関連のことに寄付をすることが一番かもしれない。そんなことをふと考える。私と彼はお互いに子供を望んでいたが、妊活をする前に彼の病が発覚し、結局私たちは子供を授かることができなかった。それなら、いっそのこと児童施設に寄付をした方がいいのかな、なんて考えていた。そんな時、出会ったのが今の夫だ。夫との出会いは取引先でのことだった。打ち合わせをしたうちの一人が夫で、その後、接点が増えると自然に距離が近づいた。夫から交際を申し込まれるまで、そんなに時間はかからなかったが、私にはきちんと伝えておくべきことがある。お気持ちはとても嬉しいです。ただ、私には忘れられない人がいるんです。私は過去に結婚をしていました。そうだったんですか。離婚したということですか。いえ、厳密には死別です。それは大変な思いをされたんですね。そうですね。私は今でも彼のお墓参りを欠かしていません。ですから、そのマサトさんのお気持ちはとても嬉しいのですが、すみません、お付き合いをすることはできません。どうしてですか。え、だって元夫の墓参りに行く彼女なんて嫌でしょ。いえ、そんな気持ちは全くありません。むしろ一度ご挨拶に伺いたいです。それで彼にものぞみさんと交際する許しを乞いたいです。まさかそんな返事が返ってくるとは思わなかった。大抵の男性はこんなことを話せば引くだろう。しかし夫は全く引くことなく、私に理解を示してくれた。この時、
私は夫のことをとても器の大きな人なのだと誤解した。夫にはすでに綿密に練られた醜い計画があったのに、私はそれに気がつくことができなかったのだ。その後、夫は本当にお墓参りについてきて手を合わせていた。そんな日々が半年ほど続いた頃に、もう一度交際を申し込まれ、私は彼の本性に気がつくことなく交際を受け入れてしまった。結婚をした時もそう。彼を懐の深い人だと錯覚し、籍を入れてしまったのだ。しかし籍を入れて1ヶ月も経たないうちに、夫はこれまでとは違った行動をとった。ねえ、俺たち籍入れたよね。ええ、そうね。あのさ、元夫さんの墓参り、遠慮してくれないかな。え、どうして？だって俺が夫になったんだしさ、気持ちの良しいものではないよね。夫の言っていることは間違ってはいないと思う。確かに前の人のことを引きずって目の前でお墓参りになんて行かれたら、通常は気持ちの良しいものではないだろう。しかし夫は結婚の時、そのことも受け入れると言ってくれたはずだ。私は夫からこの発言を受けたことで、少しずつ私が感じていた夫像が崩れていった。結局私は言葉を濁し、このことに関して答えを出すことはしなかった。そしてまた数ヶ月が経つと、夫とはこれまでになかった話をするのだ。あのさ、そろそろ母さんたちと同居しようと思ってるんだ。あなた、そういう気持ちがあったの？うん、年々両親も老いてくるしさ、そろそろ親孝行をする時かなって考えてる。そっか、そういうことは結婚前に話してほしかったな。だって聞かなかったでしょ。そうだけど、確かに私は同居に関して話を詰めたことはない。義両親も悪い人たちではないが、やはり同居となるといろんなことへ気を使うことになる。それに問題も少なからず出てくるだろう。同居って、私たちがお父さんたちの家に入るってこと？まあ、それもありだけど、正直それは得策とは言えないよね。お互いの通勤も大変になるだろう。そうだね。だからさ、いっそのこと家を建てようと思うんだ。二世帯にすれば望みも気を使わずに済むでしょ。うん。夫は一人息子だし、いずれは義両親の面倒を見ることになるであろうことは理解していた。二世帯となれば最低限のプライベートは守られる。義両親たちもずかずかとテリトリーを荒らすタイプでもないし、悪くない話だと思った。じゃあ、その方向で進めようか。お父さんたちとも相談して決めなきゃね。ああ、俺が話しておくから問題ないよ。でさ、のぞみ、いくら出せる？それは頭金のこと。まあ、そうだね。あなたはどのくらいを考えているの？300万ってとこかな。本音を言えば、それだけ。と思ってしまった。これまで両親との二世帯住宅を考えていたのであれば、もっと頭金は出せるものではないだろうか。あのさ、のぞみは結構貯蓄してるよね。まあ、ずっと働いてるし、それなりにね。いくらぐらい貯蓄ある？あなたは？2000万くらいかな。え、それで頭金300万なの？ローンは利子がバカにならないから、2000万あるなら1500万くらいは頭金に使えるんじゃない？まあ、そうだけど、人生何があるかわからないからさ。で、望みはどのくらい？1000万くらいかな。これは嘘である。本当はかなりの額を貯め込んでいるが、この時、私は正直に答えることを躊躇した。え、それだけ？やばい。バレたか？望みの通帳を見せて。じゃあ、
先にあなたの通帳を見せてくれる。すると夫はあからさまにムッとした。どうして俺の通帳を見せなきゃならないの？だってあなたが先に私の通帳を見せてって言ったんでしょ。私にそれを望むならあなたが先に自分の通帳を見せるべきでしょ。じゃあいい。とても嫌な予感がした。そして私は即座にある行動に出た。まあこれはいわばトラップだ。彼がこれに引っかかるようなことがあれば彼との将来はないと判断した。しかし彼は予想を上回る行動を起こすのだ。あれから半年、夫が家のことを話してくることはなかった。このまま平穏無事でいてほしいと願ったが、その願いが叶うことはなかった。その日、私がとある場所を確認すると、悲しいかな、トラップが作動したようだ。ただいま。おかえり。今日土地と家の契約してきたから。そう、頭金はどうしたの？俺が払ったよ、300万ね。お父さんたちはなんて？すげえ喜んでた。そうか、もはや義両親も敵とみなす。そこでだ、あとはお前の元旦那の保険金から払うことにしたから。お前嘘つきだな。3000万も通帳に入ってるじゃん。ええ、そうね。これでだいぶ豪勢な家を建てることができるな。そんなこと許されるわけないでしょ。は、新しい家は母さんたちにプレゼントするんだ。お前もちゃんと協力しろよ。協力って？いきなり土地と家の契約してきたって事後報告されて協力も何もないでしょ。なんだよお前、俺に逆らうのか。だったら離婚だな。最初からこれさえ手に入ればお前なんていらないからな。夫は私の通帳をひらひらと見せびらかしている。ああ、引き出しから消えてると思ったらやっぱりあなたが持ち出したんだ。この3000万は手切れ金として俺がもらう。あっそう、じゃあ離婚でいいけど。あなた絶対後悔することになるわね。後悔するわけないだろう。そうですか。じゃあ離婚届を今ここで書いてください。お前用意がいいな。夫は目の前に出された離婚届に少しだけ動揺する様子を見せたが、通帳を手にしたことで有頂天にでもなっていたんだろうね。速攻で離婚届を書き上げた。じゃあ、あなたはこの家から出て行ってね。私は離婚届を出してくるから。ああ、そうだな。もともとここはお前が借りてるところだしな。おっと、その前にこの通帳の暗証番号を教えろよ。ああ、そうだったね。私は夫に暗証番号を告げた。後から返せとか言うなよな。言わないよ。あなた、その通帳お気に入りみたいだし、あげるよ。私はその日のうちに離婚届を提出し、夫と離婚した。新婚のまま元夫との生活は幕を閉じたが、全く後悔していない。むしろこんな金金野郎と籍を入れてしまったことが悔やまれる。そして次の日、元夫からは着信の嵐だ。直接、現場を見れなかったことがとても残念だ。私は上機嫌で電話に出た。はいはい。お前ふざけんなよ、俺のこと騙しやがって。え、あの通帳すっからかんじゃねえかよ。ああ、中身そうだよ。保険金の3000万どこやったんだよ。そんなの私が持ってるに決まってるでしょ。私はあの日の会話から元夫の行動を警戒し、保険金をすべて別口座に移し替えたのだ。そしてトラップを仕掛けるため通帳記入はしなかった。元夫はそれにまんまと引っかかった。まさかこんなにも簡単に引っかかるとは、本当に笑える人だ。
バカだね。3000万あるって思ったから、自分の貯金全部頭金に回しちゃったんでしょ。あなたの貯蓄300万ちょっとだもんね。なんでお前がそれ知ってんだよ。あなたと同じことをしただけよ。あなたの通帳を盗み見たからに決まってるでしょ。まあ、私は盗み出すことまではしなかったけどね。すっからかんの通帳になんて興味ないから。あの3000万は夫婦の共有財産だろ。そんなわけないじゃん。あれは私があなたと結婚前から持っていたお金なんだから。結婚前の資産は共有財産に該当しないよ。え、本当に？ググりなよ。すると元夫の声色が変わった。ねえ、のぞみ。俺さ、もう契約しちゃってて家のこと話が進んじゃってる。助けてくれるよね？は、助けるわけないでしょ。あなたと私はもう他人なんですけど。また婚姻届出せば問題ないでしょ。は、あなたは私のお金が目当てだったって言ってたじゃない。そんな人の元に戻るわけないでしょ。あなたが頼るべきはあなたの両親です。一緒に住むんだから自分の親に助け求めてよね。あれ、でもおかしいな。後悔しないんじゃなかったっけ？あなたの声色から察するに、随分と後悔なさっているようですけどね。もう私に連絡してこないでね。ブロックしておきます。私は悲鳴のような声を上げている元夫を無視して電話を切った。それから1ヶ月、元木両親が私を訪ねてきたことで、ことの真相が明らかになった。なんと義両親は昨日、私と元夫が離婚したことを知ったのだという。そして家を建てているということも寝耳に水だったそうだ。つまり元夫が勝手に暴走して、二世帯を建てようとしていたということだ。彼らは床に頭をこすりつけてまで私に謝罪した。そして私も一瞬でも彼らを敵認識したことを詫びた。彼らは不憫なほど気の優しい人たちだ。離婚後の私のメンタルをとても気にしてくれていた。そんな素敵なご両親を持っているにもかかわらず、元夫だけ異世界の住人のようだ。彼らからすれば元夫は一人息子だ。てっきり元夫に救いの手を差し伸べるのかと思いきや、彼らは元夫からのヘルプを突っぱねた。そして彼らの話では家を建てる契約は破棄したが、土地はどうすることもできず元夫がローンを支払い続けているそうだ。ほんと滑稽だよね。さら地は税金が跳ね上がる。プレハブでも建ててれば税金は安くなるが、そんなことを教えてやる義理はない。せいぜい売れるまで高い税金を払い続けるがいい。今日は1ヶ月ぶりのお墓参りに来ている。私はこれまでのことをお墓の前で詫びた。彼の残してくれたお金を守ることができて本当に良かったと思っている。私は後日、手続きをして彼の保険金を児童施設に寄付する手続きを取った。きっと彼も喜んでくれるに違いない。そして今回の騒動は実直に反省しようと思う。もう私が結婚することは二度とないだろう。いつか彼に会える時まで、自分の人生を全力で生きていこうと思っている。単刀直入に言うわ。この家から出て行ってくれる？え？家に金を入れないニート嫁は出てけって言ってんの。この家で迷惑をかけてるのはやっぱりお前だ。それじゃあ、離婚したいってこと？まあ、そうだな。信じられない。夫がここまでバカだったなんて。わかった。私がそう言うと義士が大喜びし飛び跳ねた。やった、これでまた使えるお金が増えるね。私の名前はのぞみ、32歳の在宅ワーカー。夫のマサトとは結婚して3年目になる。
もともと仕事関係で知り合った夫から猛アプローチされて、私たちは交際をスタートさせた。そして1年後に結婚。私は結婚を機に一度専業主婦になった。それは夫が家庭に入ってほしいと言ったからだ。私としてはもう少し仕事を続けたかったのだが、夫に強くそう言われたので辞めることにした。しかし結婚してから2年が経った頃、夫が会社で大きなミスをやらかしてしまったらしく、減給処分となってしまった。夫もさすがにまずいと思ったようで、のぞみ、パートでいいから働いてくれないか、と言ってきた。私は、わかったと言い、家事に支障が出ないほどの仕事を探すことに。そんな中、クライアントとフリーランスをつなげてお仕事を依頼、受注できるサービスを発見。今では当たり前だが、その頃はまだそんなに知名度がなかった。私はもともとエンジニアとして働いていたため、ウェブサイトなどを作る仕事があればいいなと思って案件を見たところ、かなり多くそういった仕事が掲載されていた。単価も簡単なものなら1本1万から3万円程度だったので、まずは軽いバイト感覚で始めてみた。とりあえず週に1本くらいやろう。そんな感じで始めたので、とても気楽に作業をすることができた。久しぶりに仕事をしてとても楽しい気分になるし、家事ばかりやっていた分、いい気晴らしにもなった。かなり緩くやっても1ヶ月で8万から10万ほど稼ぐことができ、家事に支障が出ない程度の労力で夫の減給分を賄うことができた。いや、助かったよ。まさかのぞみがそんな仕事を見つけるなんてな。夫に感謝されてとても嬉しかった。それに仕事でもクライアントから褒めてもらえることがあり、自分が必要とされているのが嬉しかった。フリーランスでの仕事を始めて1年が経った頃には、同じ労力で月30万を稼げるようになっていた。そうなると生活はとても安定し、貯金もかなりできるように。貯金が増えるとその分いい気分になるので、自然と夫婦仲も良好な状態を保てていた。私は仕事が楽しくなり、少し受注の量を増やした。するとあっという間に収入は増え、自分でもびっくりするほどの額に。だがここで調子に乗ってはいけない。今後、私たちに子供ができたり、何か大病をして働けなくなった時、お金は必要になる。そのため私は生活水準は基本的に今まで通りにして、ひたすら貯金をした。それからしばらくは平和な日常を過ごしていたのだが、ある日夫から話があると言われ今に呼び出された。どうしたの？何かあったの？それが。夫は険しい顔をしている。もしかしてまた仕事でミスしたとか、さらに減給処分となったのか。俺の実家で母さんたちと同居してほしいんだ。え？もう俺の親も高齢だから心配になってな。父さんもつい最近定年退職をしたし、長男として親孝行してやりたいんだよ。そっか。私はかなり悩んだ。義両親とは別に関係性が悪いわけではないが、そこまで仲が良いというほどでもない。お盆や正月くらいに顔を出すくらいの付き合いだ。ちょうどいい距離感を保てているなという感じなので、ここで同居して距離が近くなるとどうなってしまうのかあまり想像がつかないのだ。私が迷っていると、夫はさらにお願いしてきた。ほら、俺たちまだ子供がいないだろ。親も結構寂しがってるんだよね。孫の顔が見れないこと。そういう親孝行ができてないからさ、せめて一緒に暮らして精神的な支えになってあげるのは大事かなって思って。確かに夫の言うことは一理ある。私たちは結婚して5年になるが、まだ子供ができていない。自然にできるだろうと思っていたが、なかなかできず最近は少し焦っていたほどだ。義姉夫婦も結婚して3年になるが、まだ子供ができていないそうなので、
確かに義両親は寂しい思いをしているかもしれない。わかった。同居しよう。私は夫の必死の説得に負けて同居を承諾した。だがこれが人生最大の失敗だったということに後になって気づくことになる。マサト、のぞみさんよく来てくれたわね。早速上がってくれ。これからよろしくお願いします。義両親は優しく私たちを出迎えてくれた。お茶菓子買ってきたからみんなで食べよう。私たちは居間でお茶菓子を食べながら軽くお話をしていた。のぞみさん、本当に同居を承諾してくれてありがとね。いえいえ。高齢になるといろいろと心配になるもんでな。助かるよ。義両親が優しく接してくれるので、私は同居生活も問題は起きなさそうだなと安心していた。しかし、その時、いきなり玄関の開く音がした。ただいま。ゆか、おかえり。あら、マサトたち来てたの？何言ってんだよ。今日から一緒に暮らすって言ったろ。ああ、そうだったっけ。あ、お茶菓子、私も食べる。で、なんでお姉さんが。しかもただいまって言ってたし、さっきの会話もここに住んでる風だったし。私は小さく夫の袖を引っ張り、小声でどういうこと？と聞いた。夫はキョトンとしている。のぞみさん、何こそこそ話してるの？え、あ、いや。ゆかさんはいつからこの家に戻ってきたんですか？え、何？マサとあんた何も言ってないの？ここで夫が、ああ、そういうことか、と言い、腑に落ちた顔をした。そういえばのぞみにまだ言ってなかったっけか。姉ちゃんは半年前に離婚して実家に戻ってきてるんだよ。そんな大事なこと、なんで黙ってたんだよ。あ、それよりお父さん、また車すっちゃった。え、また。義父は慌てて外に出て車の様子を見に行った。どうやらさっきまで義士が借りて運転していたらしい。うわ、また修理かよ。義父はやれやれといった表情をしている。確かに車の修理が頻繁に発生するのは痛手だよなぁと、その時はただ同情していた。いや、それよりも義士のことだ。私はその日の夜、寝室で夫と二人になった時に問い詰めた。お姉さんが離婚して出戻ってたこと、なんで教えてくれなかったの？ごめん、言うの忘れてたんだよ。普通そんな大事なこと忘れないでしょ。別にいいじゃん、姉ちゃんがいたって。賑やかになって楽しいだろ。そういう問題じゃない。なんだよ。夫もそれ以上は話しかけては来ず、気づいたら二人とも眠っていた。翌朝、私は義母にゴミ出しを頼まれたので、ゴミを持って外のゴミ捨て場に向かおうとした。すると義実家に止まってる車を見てびっくりした。なんと義父の車はベンツだったのだ。だから義士がすったって言った時に、あんなリアクションをしてたのか。っていうか、それにしても随分と高い買い物をしたんだな。義実家は正直言ってそこまで大きくないし、金持ちというふうには見えない。一般的な経済レベルだと思う。見栄で買ったのかな、なんて思ったりした。だがこれは氷山の一角に過ぎなかった。のぞみさん、悪いんだけど家計の管理を任せてもいいかしら？え？私こういうの苦手でね。お願いしてもいい？わかりました。幸い義実家の人たちはそこまで家事に厳しくないし、私も仕事は落ち着いてやれていたので余裕はあった。だが翌月、引き落としやら請求やらを見て私は驚愕した。義実家の人たちはあまりにも分不相応なお金の使い方をしていたのだ。
義母は高い服を買ってはお友達と高いランチなどにしょっちゅう行っているようだ。義父も趣味のゴルフのためにかなりお金を使っている。さらには義姉だ。義姉は働きもせずに漫画やらゲームやらを大人買いして、また義母と同様に高い服をたくさん買って遊び歩いている。どうやら義父の退職金がそこそこあるからと羽目を外しているようだ。これを反面教師にして私と夫は今まで通りの生活にしようと心に誓った。そして一応義母にも忠告はしておいた。お母さんたちのお金の使い方だとすぐにお父さんの退職金なくなっちゃうんじゃないですか。すると義母は笑いながら、そんなことあるわけないじゃないと言い、適当に聞き流してきた。だがやはりすぐに義父の退職金は半年ほどで底をつき、義実家の人たちは大慌て。しかもそれを家計を管理している私のせいにしてきたのだ。あんたがちゃんと節約しないからでしょ。いや、どう考えてもあんたの金の使い方のせいだろ。一体これからどうしたらいいの？車の車検だってあるのに。義両親はかなり落ち込んでいた。まあ自業自得なので私は同情はしないが。すると夫がとんでもないことを言い出した。俺がもっと家にお金を入れるから大丈夫だよ。は？何言ってんのこいつ。義両親はパーッと表情を明るくさせた。マサト、いいのかい？ああ、親孝行させてくれよ。お前がいい子に育ってくれて嬉しいよ。自慢の弟ね。それに比べて嫁は頼りないけど。私は再び寝室で二人になった時に夫を問い詰めた。なんであんなこと言ったの？だって俺があの家で稼ぎ頭なんだから、俺が言うべきだろ。そうじゃなくてお金はどうする気？はあ？何言ってんだよ。めちゃくちゃ貯金あるだろうが。え？共有口座に入ってる金額かなりあっただろ。いや、俺いつの間に給料戻ってたんだろう。知らなかったわ。はあ？あれは私の稼ぎなんだけど。何言ってんだよ。お前はパート程度のお金だろ。違うわよ。今はそんなレベルじゃないほど稼いでるんだから。いいから嘘なんかつかなくて。とにかく毎月50万くらい母さんたちに渡すから。え、ちょっと待ってよ。あれは何かあった時のための貯金なのに。母さんたちが困ってる。これ以上の何かあったという出来事はないだろう。夫は私の話を全く聞いてくれなかった。そして本当に毎月50万を共有口座から勝手に引き出し、義母たちに渡していたのだ。私は絶対に貯金を減らしたくないと思い、毎月50万を共有口座に入れて貯金額を戻していた。つまり私が義実家に50万渡しているようなものだ。そしてそんな生活が3ヶ月ほど続いた頃、まさかの出来事が起きた。私がスーパーから買い物に帰ると、義実家の人たちが険しい顔をしながら私を待ち構えていた。皆さん揃ってどうしたんですか？とりあえず座ってくれ。私は言われるがままに席に着く。単刀直入に言うわ。この家から出て行ってくれる？え？あんたがいるだけで出費がかさむのよ。は？何言ってんだ。家に金を入れないニート嫁は出てけって言ってんの。義両親も気まずそうにしている。家事をやってくれてるのはありがたいんだけど、それ以上にあなたの分の生活費がかかってると思うとね。いや、私そんな贅沢なんてしてないですよ。それに家にだってお金はちゃんと入れてますし。だからそれは小遣い程度のお金だろ。ちょっと、あなたまでお姉さんたちの味方なの？俺は事実に基づいて喋ってるだけだよ。この家で迷惑をかけてるのはやっぱりお前だ。それじゃあ離婚したいってこと？まあ
そうだな。信じられない。夫がここまでバカだったなんて。わかった。だけど少しだけ時間をくれない？出て行くにしても部屋を探したり荷物をまとめたりいろいろとあるわけだし。まあ仕方ないな。5日間くらいあればいいか。その間に俺たちは旅行に行ってるから出て行ってくれ。わかった。あと財産分与はなしでいいか。え？だって俺がせっかく稼いだお金をお前にあげなきゃいけないなんて不公平だもんな。そうね、確かに不公平だわ。いいわよ、財産分与なしで。私がそう言うと義士が大喜びし飛び跳ねた。やった、これでまた使えるお金が増えるね。旅行も楽しみだわ。夫はすでに離婚届も用意していたようで、私はその場でサインをさせられた。あなたたちが旅行に行くならこれは私が出しておくから。おう、そうか、助かるよ。そして義実家の人たちは翌日から旅行に行った。夫は旅行のために事前に有給を取っていたらしい。つまり私を追い出す計画は前々から立てられていたというわけか。悲しさはなかった。むしろアホな義実家の人たちから離れられると思うと嬉しくて仕方ない。っていうか自ら財産分与なしって言うとか、本当にバカな夫だな。私はすぐに共有口座から、私が自分の収入から入れていたお金をすべて引き出した。そして自分の実家近くにマンションを借り、すぐに引っ越した。それから5日後、旅行から帰ってきたであろう元夫から電話が来た。もしもし。おい、お前、共有口座の金を盗んだだろ。は、盗んだ。人聞きの悪いこと言わないでくれる？ふざけんな。通帳を記帳したらすっからかんになってたぞ。そりゃそうでしょ。私の収入からずっと口座にお金を入れてたんだから。はあ？適当な嘘をつくのはやめろ。あれは俺の稼ぎから入れてたんだろうが。あんたさ、一回ちゃんと自分の給与明細とか見たら？あんたの給料は減給処分をされてから一回も変わってないわよ。え？しょうがないから私の今月の収入証明でも見せてあげる。私はビデオ通話に切り替えて収入証明を見せてあげた。え、な、90万。私はこれくらいを毎月稼いでるのよ。だから共有口座にお金を入れてたのは私。あなたの給料なんかじゃ月50万もお母さんたちに渡せるわけないじゃない。そんなあのぞみ、離婚は取りやめないか？は、俺お前が一番大事だってことにようやく気づいたんだ。この流れでよくそんなこと言えるね。金づるとしか思っていないっていう宣言と一緒でしょ。いやそういうわけじゃ。とにかくもう離婚届は出したので、あんたとは赤の他人だから、頑張って一人でお姉さんたちの浪費に耐えてちょうだい。まあ無理だろうけど。そう言って私は電話を切ってやった。そしてすぐに着信拒否をした。その後元義実家の人たちは大混乱に陥り、翌月の引き落としやら請求やらが支払えず、仕方なく高級ブランド品を売り、義父もベンツを手放して支払いを乗り切ったらしい。だが一度ついた浪費癖はなかなか取れないらしく、また同じような金の使い方をしてしまい、今度はとうとう実家を売ることになってしまったそうだ。元夫からはそういった報告とともに復縁を求めるメールが来ていたが、すべて無視。LINE もブロックして一切連絡が取れないようにした。一方、私は単身者用のマンションでとても平和で快適な日々を送っている。貯金もどんどん貯まる一方なので、そのうち投資も始めてみようかなと思う。ご視聴いただき、ありがとうございます。
本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。